父ちゃん、あなたは10年前に死にました。私はあなたからどれほど精神的に、はい、あなたは10年前に死にました。私はあなたからどれほど精神的に追い詰められていたか、それを認識することは子供の頃にはなかなかできないことでした。私には物心ついた頃から左手の親指の指しゃぶりがありました。幼児の頃は私はとても寂しかったのです。私には知的障害のある妹がいます。母は当時午前中から出勤するフルタイム勤務をこなしていました。お父ちゃん、あなたは残業続きの仕事をして会社の人と飲んだ後酔っ払って帰宅をしていました。家族を全く顧みていなかったあなたは、私を含め家族をほったらかしにしていたのです。あなたが母といないとき、あなたと母がいないとき、私が妹と弟の面倒を見ていて、毎週土曜日の昼ご飯は小学校高学年だった私が一人で作っていました。私は放課後に同級生と遊ぶこともなく、妹と弟が学校から帰宅するのに合わせて家に帰り、彼らの遊び相手をずっとしていました。母が家にいる間は家事と妹の面倒に世話にかかりきりでした。そのため自分は親に面倒をかけてはいけないなと強く思っていました。それが当たり前の状況だったので、両親にも兄弟にも特段の気持ちを持つことなく淡々と日々を過ごしていました。私の指しゃぶりは小学生になっても続き、小学5年生の時に左腕を骨折してギブスを装着したことで止まりました。もっと早く指しゃぶりを止めることはできなかったですか。お父ちゃん、あなたは私の癖を見て見ぬふりをしたり、絆創膏を貼ったり、苦い薬を塗るなど適切でない対応をしていました。あなたはなぜこれらの癖が生じたのか、その根本的な原因を探ろうとしませんでしたね。私にはパンツの同じ箇所を指でほじって穴を開けるという癖もありました。でもお父ちゃん、あなたは全くほったらかし、小学6年の修学旅行の時、持っていくのにまともなパンツがないと母は悩んでいました。それはあなたは知っていましたか。小学校低学年の時、私は作業と座業の発音がうまくできないことに自分で気がつきました。これもあなたは全然対応してくれません。このことで高校3年の古文の授業では教師からいじめられたのですよ。30歳代後半で発音矯正教室に通い、自分で修正できるまでずっと作業と座業が見えず、話をすることが苦手だったのです。また私が小学1年と2年の時の大晦日は、あなたが仕掛けた夫婦喧嘩が恒例でした。テレビを見ながらビールを飲んでいたあなたは、正月の準備で忙しくしている母に、やれビールを持ってこいとかタバコを買ってこいとか言いつけるのです。母は忙しいので自分でやるようにと言ったら喧嘩になりました。言い合いの後、あなたは母に家を出て行けと言ったので、母は泣きながら外へ出て行って帰ってきませんでした。私は今でも鮮烈に覚えています。この時の混乱で母が実家に戻ったり離婚してしまうのではないかとものすごく不安になったことを。小学4年の夏休みが終わる8月31日に、あなたが書いた先生への通知用のコメントを見て、私は驚き深く傷つきました。そこには体罰 OK ですと書いてあったのです。私は当時の担任とは折り合いが悪かったので、この言葉にうすら寒い恐怖を感じました。小学6年の頃、家族でいろいろと話をしている時に、あなたは男の喋りはみっともないと言い、寡黙であるように命じました。これを言われて以来、比較的よく喋っていた私があまり喋らないようになりました。作業と座業の発音ができないことも合わせて、話すことに苦手意識を持つようになったのです。高校進学を控えた中学3年になり、私は進学先を考えていました。
あなたはどの高校に進学するつもりなのかと尋ねました。体育が極端に苦手な私は、体育の授業が非常に厳しいエリアで一番の文武両道の進学校を外して2番目の高校に進みたいと答えました。するとあなたはメモ用紙を持ってきてこう書いたのです。山より大きい獅子は出ぬと。不安はあってもその大きさは想定内だということでしょうか。その言葉はエリアで一番の進学校を受験するようにという圧力でした。あなたはあなた自身が母子家庭だったことや経済的事情であなたが希望していたこの高校ではなく、高校卒業後にすぐ就職することを考えて商業高校に進みましたね。だからあなたは私に圧力をかけたのですよね。自分が成し遂げられなかったことをやらせようとしていただけですよね。私が高校卒業と同時にあなたは単身赴任で宮崎に長く住むこととなりました。お父ちゃん、家にあなたがいない日常はどんなに気分が楽だったことか。あなたが宮崎にいる間に大学から大学院を修了しました。大学にいる間はあなたからの精神的支配がなくなり、本当にのびのびと生活ができました。就職する際はあなたからの助言という名の支配から逃れて自分の好きなように勤め先を選べたので、実家を離れて東京の会社に勤めました。東京の会社を選んだのはあなたから離れて生活したかったからです。それでもあなたは年末年始は実家に帰ってこいと必要に迫ってきましたね。でも私は抵抗し、元日の朝の飛行機で戻るとか元日の夕方の飛行機で海外へ出ていました。しかし仕事から来る重いストレスで私はアルコールに依存するようになってきました。そして極度のうつ状態になり、精神科クリニックで処方された睡眠薬の大量服薬による自殺未遂をやってしまい入院することになりました。あなたは第一次ベビームーブの時に生まれ、昭和の高度成長期に会社にサラリーマンとして勤務しました。あなたは癌で退職しましたが、癌がなければ定年まで勤めたかったと考えていたでしょう。そんなあなたは私にいい高校に入り、いい大学に入り、いい会社に入って定年まで勤めるという生き方のモデルを押し付けていなかったですか。私は小学6年の卒業文集で将来なりたい職業という項目に小さい会社でいいから社長になりたいと書きました。しかしあなたの価値観がどうしても刷り込まれた私は、大学院修了後大企業での安泰なサラリーマン生活を選んでしまったのです。私が自分には似合わない雇われる働き方で重いストレスをため込み入院することになった時、あなたは宮崎から飛行機で東京に来ましたね。でもあなたは私に気の利いた言葉の一つにかけてくれませんでした。あなたがいつも言ってたのは、仕事で必要になるからゴルフをやれでした。精神病院から退院し、宮崎にあるあなたの自宅で療養すると、うつ状態がより悪くなりました。それでもやはりあなたから温かい言葉をかけられることはありませんでしたね。私はあなたに子供の頃からずっと放置されてきたのです。それでも私は50年生きてきました。こうして手紙を書くまで自分がどれほど放置されてきたかに私自身も気がついていませんでした。お父ちゃん、あなたが仕事ばかりして放置してきた私や家族はそのまま年老いていっています。放置した償いはもうできないですよね。あなたはすでに死んでいる。それでもあなたへ言いたいです。私の50年の人生を返せ。
お母さん、ママ、幼い頃、あなたを何と呼んでいたのか全く記憶にありません。私が3、4歳の頃、あなたはアル中で借金まみれの父と離婚し、女手一つで私と姉、妹の3人の子供を世話していました。働くのが大変で、生活保護を受給していましたね。離婚前、私は祖母の家に預けられており、楽しい日々を過ごしていました。しかし、離婚後から、あなたは徐々に暴力、暴言の人になっていきました。私が小学生になる前から、あなたの交際相手が家に来ていましたね。彼らおじさんたちの機嫌を上手に取れないと、どうして私が怒られなければいけなかったの？あなたは交際相手の機嫌を取るばかりで、家事をほとんどしなかったので、私はお袋の味なんて知りません。母さん、私が小学生に上がる頃、あなたはよく怒鳴っていましたね。どうしてこんなこともできないの？健康に産んであげたのに。私は掃除、洗濯、皿洗いなどの家事や勉強など、あなたに命じられたことをまともにできませんでした。大人になってから知りましたが、私は発達障害、ADHD だったのです。その二次障害として、双極性障害も併発しています。双極性障害は、うつ病の一つで、慢性疾患と言われており、感知がないそうです。私は一生、障害と障害者手帳を持って生きていかなければいけません。薬も一生飲み続けなければいけません。お母さん、小学生になった後、私が上手に家事をできなかったり、成績が悪かったりしたら、あなたは私を布団叩きでバシバシと叩いていましたね。頭を手で守り、うずくまったまま叩かれていたので、腕が赤く腫れ上がりました。叩かれるのが怖くて、布団叩きをゴミ箱の裏に隠したこともあります。1代目の布団叩きがピンク色、2代目は赤色でした。あの頃は私が悪い子だから叩かれるんだと思っていましたが、そうではないということに気がつきました。ただ、布団叩きの音は今でも嫌いです。小学3年生くらいの頃から、学校の電話連絡網を自分で回すことも辛かったです。同級生の親にはいたずら電話だと思われ、相手にされないこともありました。体操服や給食のエプロンも、同級生の子のものは綺麗だったけど、私は自分で畳んでいたからしわくちゃ。綺麗に畳まれた体操服が着たい、そう言って泣くと、あなたは、なんでそんなことで泣くの？と怒鳴りました。お母さん、あなたは6歳年下の妹の世話も私に任せていました。小学校が終わって帰宅してから、自転車で15分以上かけて保育園まで妹を迎えに行き、徒歩で30分以上もかけて家に帰るのです。お迎えに行きたくない、そう抵抗した私に、あなたはそのくらいやれと怒鳴りました。妹が小学校に上がり、お迎えが必要なくなっても、あなたは面倒を私に押し付けましたね。小学生6年の夏休み前の炎天下の帰り道、妹が学校で育てた朝顔の鉢植えも私に持って帰らせました。自分の体の半分以上もある重たい鉢植えを一生懸命持って帰り、団地の5階まで階段を上がって運びました。あなたに褒められたかったのです。あなたに出て行けと散々言われても、あの家に居場所を求めていました。いつか自分も妹のように愛される時が来ると信じていたのです。お母さん、私が国語のテストでいい点数を取ったよと報告すると、あなたは言いました。算数は全然できないくせにと。あなたから褒められたことは一度もありませんでした。発達障害でできなかったこともたくさんあったのでしょう。片付けも運動もできないし、勉強もできる科目は限られている。あなたからすればでき損ない。だけど私も苦しんでいたのですよ。なんで他のみんなみたいに上手にできないのってずっと悩んでいたのです。お母さん、小学5年生の頃、あなたは、あんたなんか死ねと言いながら、鬼のような表情で包丁を私に向けてきました。あれだけはやめてほしかった。あの時殺されておけばよかったと思うことがあります。体
体に傷が残っていなくても心はぐちゃぐちゃ。私が自分を傷つけ始めたのはその頃からです。自分が嫌いだったのでカッターやカミソリで手首や腕、足を傷つけました。傷つけると気持ちが前向きになるときと、またやってしまったと虚しくなるときの2パターンがあります。でも別にいいですよね。あなたも散々私の体を痛めつけたのですから。私が中学2年生の頃、あなたは産まなきゃよかったと言いましたね。言わないでほしかった。あなたの言動は私にとっての呪いです。私は存在価値のない死んだ方がいい人間、そんな気持ちを幼い頃から抱き続け、高校生だった17歳の頃、不眠に悩み飛び降り自殺を考えるようになって、初めて精神科にかかりました。その後も自傷行為を繰り返し、自殺願望も常にありましたが、病院にはあまり通えず睡眠薬だけを処方してもらっていました。大人になってから職場内でも自傷行為をするようになり、改めて精神科に通い精神薬が処方されるようになりました。双極性障害は自分で自分の感情をコントロールできないので、薬が手放せません。最大で1日で合計17錠飲んでいました。おかげで肝臓と膀胱の状態はよくありません。生まれつき脳には障害を持ち、体もボロボロ、生きていくのがとても辛くなる時があります。誰からも必要とされないと特に辛いです。友人の些細な一言を悪く捉えてしまった時や、 LINE などの連絡が少ない時に自分は必要とされてないと感じ、自分で自分を傷つけます。お母さん、私は28歳の時に障害があると発覚してから、あなたにも精神疾患があったのではないかと思い始めました。精神疾患があるのに一生懸命に教育しようとした結果、私が虐待だと感じることをやってしまっただけなのでは。あなたはあなたなりに頑張っていたのでは。そう思うとあなたに感謝したくなりました。辛い過去があるからこそ周りの人たちの優しさに生かされ今の私がいます。学生時代の友人たちは家に帰りたくないという私に理由を伝えたくてもずっと一緒にいてくれました。また今お付き合いしている方は家族や障害のことを伝えてもそばにいてくれて、将来についても考えてくれています。だから、だから私はあなたから虐待されても耐え続け、自死を選ばずに生きてきました。私は強くなり、虐待を受けた人や発達障害、精神疾患を持った人の力になれるよう、無償のカウンセラーを目指して資格取得の勉強をしています。そんな道を見つけられたことはあなたのおかげです。ありがとう。母さん、私はカウンセリングやセラピー、勉強、セルフケア、非常会などを続けてきて、少しずつあなたを許したい、愛したい、愛されたいと思うようになりました。だけど今でもあなたのことは憎いです。あなたは私の中で死んだことになっています。あなたがどこかで生きている、そう考えるだけで私を震え上がらせには十分。だから自分を守るため、私の中であなたを殺しました。あなたを許したら、長年あなたを恨んで生きてきたこの気持ちや憎しみの行き場がなくなってしまう。それが怖いのです。お母さん、私は今も自死を選びそうになる時があります。まだあなたに対する愛と憎しみの間で葛藤を続けています。
母さんへ。お母さんへ。小学2年生の僕と幼稚園児の弟を家に二人きりにして、あなたは朝まで家に帰らず男の家に行っていたね。あなたは近所の人に仕事に行っていると嘘をつき、授業参観にはきれいな服を着て先生が来る家庭訪問の時だけ家を掃除していました。幼稚園へ弟を迎えに行ったあなたは、弟を家に置いていったらどこかに行ってしまう。学校から帰ると誰もいない家のテーブルにコンビニ弁当が一つ、ぐずって泣き出す弟をあやしながら弁当を弟と二人で分けながら食べました。お父さんも仕事で朝早くから家を出て深夜1時まで帰らず、顔を合わすことはなかったね。お母さん、あなたは次第に朝になっても帰ってこなくなり、食事も置いていかなくなった。僕たちが何を食べていたか知ってる？学校なら給食、スーパーなら試食コーナーのサラダ、家では料理なんてわからないから冷蔵庫にあるものを食べたよ。食べ物がなかったらケチャップ、塩、砂糖。幼稚園児の弟は冷蔵庫に入ってマヨネーズを飲んでいた。お風呂の入り方もわからなかった僕は、弟をお風呂に入れてあげられず、体を洗えなかったから不潔なままで、弟の陰部にバイ菌が入り血が噴き出してしまいました。弟は泣き叫んだけど、助けを求めたくてもあなたもお父さんも帰ってこなかった。こんな生活が1年半も続いた小学3年生の秋、我慢の限界が来ました。小学1年生だった弟は怪我をして血が出ても泣かなくなり、楽しい話をしても笑わなくなり、お腹が空いたとも言わなくなりました。二人とも衰弱して、このままだと死んじゃう。お母さん、その頃あなたは僕と弟をお風呂に入れて、綺麗な服を着せ、おばあちゃんの家に連れて行った。僕が家での真実を話すと、おばあちゃんは驚いて、あなたに本当なの？と問いただしたね。あなたは慌てて言った。この子が大げさに話してるだけって。そしてすごい剣幕で僕を見て、なんで言ったの？と睨みつけました。あの恐ろしい顔を僕は一生忘れない。翌日、おばあちゃんが家に来て絶句してた。室内はゴミだらけ、溜まった洗濯物、何も入っていない冷蔵庫。数日後、おばあちゃんが僕たちの家に住み始め、ご飯も食べれるようになりました。お風呂にも入れて、平和な日々。でも、その後もあなたは家に帰らず、男の家に入り浸っていたね。お母さん、女の子に生まれた僕は、幼少期から男の子になりたかった。中学に入ると、制服でスカートを履かなければいけない。とても苦痛だった。けど、友達に心を閉ざしていた僕は、誰にも相談できず、徐々に不登校に。やがてあなたは週に1回も帰ってこなくなり、僕が中学1年の冬の誕生日、あなたは亡くなってしまった。葬式に行くとあなたの名前の上に僕とは違う名字、あなたはすでにお父さんと離婚していて再婚していたんですね。ショックだった、悲しかった。僕に内緒でそんなことになっていたなんて。葬式の夜に僕に生理が来ました。精神的に何かが崩れました。そこから父とも祖母とも口を聞かず、部屋にバリケードを張って閉じこもり、暴れては家に誰もいなくなった時にキッチンを漁って残り物を食べる日々。祖母は弟にお姉ちゃんみたいになってはダメよと言い、弟は笑顔が戻らなかった。父は僕のことを見て見ぬふりで朝から深夜まで帰ってこなかった。2年生になった僕は引きこもり、3年生になると家の外を通る同級生を見かけて外に出始めた。小学生時代の同級生にも再会し、髪を黄色に染めて学ランで登校し始め、タバコやシンナーにも手を
出しました。おばあちゃんに手を挙げるようにもなり、家出を繰り返す生活。高校へは進学せず、僕の部屋は不良のたまり場。おばあちゃんは家を出て行き、父も自分の部屋から出てこなくなった。弟は真面目でちゃんと学校に行き、部活動もしていましたが、家では残飯を食べ、布団などなかったのでソファーで寝ていました。それが17歳の僕と15歳の弟の生活。僕は単発のアルバイトをして遊びまくり、弟は高校へ進学せず就職しました。お母さん、18歳の夏、僕は競艇場で大喝采を浴びている選手を見ました。その選手は女性なのにレースで男性全員に勝ったのです。女性でも男性に勝てる。感動した僕は競艇選手を目指して猛勉強を始めて、真面目に仕事を探し、ボクシングジムで体を鍛え始めました。しかし父が寝たきりになり、働かなくなりました。僕と弟の給料だけでは生活費が賄えず、家賃を滞納し、家を追い出されました。父は僕たちに解散と言い、ホームレスになって一人でどこかへ行ってしまった。親に愛されなかった僕は、生きていていいの？いらない人間なの？こんな感覚がずっとまとわりついていて、恋人ができてもまた捨てられるの？どうせ俺のことバカにしてるんだろうと思ってしまい、どうしても人が信じられない。30歳を過ぎた頃、僕はある女性と付き合えることになりました。なのに自分を愛してくれている人すら信じられなくなり、毎晩酒を飲み、彼女を疑い、当たり散らし、喧嘩。飲みすぎて記憶をなくして帰ってきた日、目が覚めたら彼女の姿がありません。リビングに包丁、壁には包丁でつけたと思われる傷。彼女によると、僕が彼女の胸を掴んで殴りかかり、包丁を振り回し、彼女にも包丁を向けたと。アルコール依存症になって殺人未遂。僕はとうとう人としてやっていけないことをしてしまった。弟は覚醒剤に逃げて刑務所に入ってしまった。虐待は大人に保護されて終わりじゃないんです。彼女は実家に帰り、僕は彼女のご両親に謝罪のために会いに行きました。親からしたら、娘に包丁を向けた人間なんて殺したいぐらい憎いはずです。でも彼女のお母さんは笑顔で、会えて嬉しいと僕に言ってくれました。お父さんも僕に握手を求め、こう言ってくれました。今までどんな辛いことがあっても、乗り越えてきたんだから、酒なんかに負けるな、君ならできると。僕は一気に心が楽になり、お酒を断ち、明るく生きていこうと思うようになりました。その後、重度のアルコール依存症と診断され、即入院と言われましたが、身元引き受け人がいないと入院できないと拒否され、自力で断酒しています。この12月で1年10ヶ月、断酒中です。お母さん、僕は今もフラッシュバックに苦しんでいます。夜中に外に出て、ママをパパッと叫ぶ弟。毎日同じ服で同級生に汚い汚いと叫られる。なのにあなたは僕の顔を叩いて学校に行きなさいと言う。それを助けてくれず、自分の部屋でゲームをやっている父の背中。消したくても消えない記憶。思い出すだけで涙が出てきます。お母さん、育児放棄していた頃のあなたの年齢に近づき、分かってきたよ。お母さんも辛かったんじゃない？あなたのお酒の飲み方も異常だった。お母さんの大変さに気づいてあげられなくてごめんね。生きるって本当に大変だよね。でも、虐待されていた事実は許せません。お母さんのこと好きにはなれません。僕はこの経験で誰かを救えないかという考えにたどり着きました。
今、アルコール依存症や LGBTQ、虐待被害について SNS や講演会で僕の経験を話しています。心の傷を武器に変え、同じ苦しみを持つ仲間にエールをくれるように戦っていきます。どうか天国から見守っていてください。かつて、かつてパパと呼んでいた人へ、生まれた時の私はミルクを飲んでもすぐに吹き出してしまい、自分の吐いたミルクに溺れていたそうですね。教師だったあなたは、給料の半分以上がミルク代に消えたと言いました。私が大人になるまで何度も何度も、私は物心ついた時から自分はとんでもない親不孝者と思ってきました。私は児童授乳期で育てられ、母に抱かれてミルクを飲んだことがありません。血まらねの頃からは一人で留守番をさせられたそうです。母はあなたの命令で印刷をしたり、授業に必要なものを学校に届けたりしていたから、母は私は手のかからないいい子と言われていました。でも本当は寂しがり屋で、他者に対する強い不安と不信感を抱えていました。3歳くらいの時、私がお風呂に入るのを嫌がってぐずっていると、あなたは私の両足をつかみ、頭から湯船の中に入れました。私は激しく泣き叫び、内出血して顔が真っ赤に、翌日は顔面全体が紫色になったそうです。私は今でも水が怖い。高いところも暗いところも狭いところも怖い。何より人が怖いです。かつてパパと呼んでいた人へ、私が小学校2年生の終わりに、あなたは起業すると言って教師を辞めました。小学4年生になると、中学生になった兄があなたに反抗するようになりましたね。兄が、俺は親父とは価値観が違うと逆らうと、あなたは兄を暴力でねじ伏せようとしました。あなたたちは顔を合わせるとは肉弾戦、パンチもキックもヘッドロックも投げも何でもありの総合格闘技。狂気こそなかったものの、私にとっては恐ろしい戦いでした。母はあなたと兄の喧嘩を止めに入っては、二人から体中を殴られていました。父親のあなたはいつも、止める相手が違うだろうと母を叱りました。私と2歳下の弟はなすすべもなく、やめてと泣き叫び、恐怖で震えていました。あなたと兄の喧嘩は、兄が中学を卒業するまでの3年間に週に 2,3 回はあったと思います。5年生の時、私は学校でクラスの男子4人組から熾烈ないじめを受けていました。給食に版画の削りカスを入れられ、椅子の座面に画鋲を巻かれました。板書用のコンパスで首を絞められ、三角定規や分度器で叩かれ、教卓から飛び蹴りをされたこともあります。でも教師にも母にもあなたにも言えなかったよ。母は兄のことであなたに叱られてばかり、
そんな母に私のことで心配をかけたくない。母があなたにお前のしつけが悪いと叱られるのは嫌だった。理不尽な暴力には屈しない、そんな思いで耐えました。でも学校に行けない日が増えました。もっとも家にいても兄の暴力は親父の優等生である私にも向かっていました。私は兄弟から親父の優等生と呼ばれていました。私たちには家業の手伝いが割り当てられていました。なのに兄が手伝いをしないので、私がお兄ちゃんずるいと言うと、おめえはうるせえんだよと言って暴力を振るったのです。兄に顔を拳で殴られて、母のサングラスを借りて学校に行ったこともあります。パイプ椅子で殴られそうになった時は裸足で家の外まで逃げました。私は兄の性的好奇心の対象にもされました。両親が商売に出かけた後、弟がまだ外で遊んでいて、兄と私が二人きりで家にいる夕方のことでした。兄の要求は単純、見せろ、触らせろ、入れさせろ。私は逃げることも助けを呼ぶこともできません。嫌だと言えばまたボコボコに殴られる。とても怖かった。それは4年生から6年生までの約3年間続きました。普段弟が眠る2段ベッドの下の段で兄が挿入を試みたとき、私は痛い痛い、やめて、離してと大騒ぎして暴れました。すると兄は諦めて去っていきました。未遂に終わってお互いに良かったです。かつてパパと呼んでいた人へ、あなたの命令で私は5年生で小さな主婦になりました。私は学校が終わると買い物に行き、朝から積み重なった大量の食器を洗い、夕食を作りました。きっかけは母の足の骨折でも、骨折が終わったら母は家業に駆り出されてしまいました。夜8時ごろに兄弟3人で夕食を食べ、10時過ぎに帰ってくる、あなたたち両親に食事を出す。それが私の日課。料理をけなされたことはあっても、褒められたり感謝されたりしたことは一度もなかったね。すっかり料理に自信をなくしました。友達と遊ぶことも部活も勉強もできなくて本当につらかった。5年生の冬のこと、朝起きてトイレに行くと下着に血痕がついていました。母に話すと、あら、生理かしらと言いました。生理ではありませんでした。かつてパパと呼んでいた人へ、40年も経った後であなたは幼かった私をレイプしたことを認めましたね。小学2年生くらいの時、同じ布団でテレビを見ていたら、あなたに性器を触られました。お風呂でわいせつな行為をされたことも。あなたの行為は私が大学受験で浪人していた頃まで続きました。いつ何をされるか分からず、受験勉強どころではなかったです。なんで兄弟の中で私だけこんなことになったのですか。私は自分が女であることを嫌悪しました。男の子に生まれてきたかった、ずっとそう思って生きてきました。男の子だったら家事の強制労働もさせられなかった、性被害に遭うこともなかった。5年生の終わり頃、私は学校の屋上から飛び降りようとしました。フェンスを登っていたら下から服を引っ張られました。同じクラスの T 君でした。そんなに死にたいなら睡眠薬を持ってきてあげるよ。翌日 T 君は薬包紙に包んだ
白い粉を手渡してくれました。家庭は地獄、学校も地獄。私は恐る恐る白い薬を飲みました。翌朝目が覚めると何の変哲もない我が家でした。とてもがっかりしました。やがて大人になった私は小学校の教員になりました。しかし34歳で過労による自律神経失調症を発症しました。打ちひしがれていた私に、あなたは情けないの一言、悔しくて惨めで泣いて泣いて泣きました。診断名はその後仮面うつ病、うつ病、境界性人格障害、乖離性障害、双極性障害と変遷し、通院は今年で30年。精神障害者として生きることは大変です。社会全体が精神障害について無理解だから、頑張れば報われるという神話が蔓延している社会で、頑張ったら再発という厄介な病気を抱えて生きることに疲れます。私は死んだ方がマシだったと思いながら生きています。生きていることが辛すぎるから、早く人生をリタイアしたい。これが虐待の後遺症。これから大人になる子どもたちに私と同じ苦しみを味わってほしくはありません。かつてトパと呼んでいた人へ、あなたがこの世を去って10年、私はまだあなたによる支配から完全には自由になっていません。あなたは家族を支配し囲い込んでおかなければ不安だったんだね。でも私はあなたのしたことを今でも許せません。一つも許せません。あなたの呪縛から解放されるために、私はこれからも自分の経験を語り続けていくでしょう。自由になるために私は一歩踏み出します。聞こえてる？聞こえてます。あ、OK、OK、はい、こんにちは。こんにちは。フリーライター編集者の公認師匠と言います。このイベントを、今年は全国、7カ所で、やりましょうというふうにネット上から呼びかけてですね、お願いしますというふうに呼びかけているのが僕です。それで地元のそれぞれの市民のボランティアでこのイベントを開催してくれています。僕はですね、親から虐待された100人の手記集、日本一醜い親への手紙っていう本を編集したりしてます。はい、子供虐待をなくせるという本も、書いております。はい、今日の僕の話はスマホで撮影しても OK です。ボイスメモに録音しても OK です。 SNS に公開しても OK ですけど、 SNS に公開した画像はイベントの広報に無償無許可で使わせてください。では始めます。はい、まずですね、全国の児童相談所に寄せられた子ども虐待の相談件数は
調査を始めた1990年からの30年間で約200倍に増え続けました。政府はなぜここまで虐待相談を増やし続けたのでしょうか。主な理由が3つです。はい、1つ目は児童相談所や一時保護所などの箱物や職員を増やしてきたこと。2つ目は虐待通告ダイヤル189の普及ばかりに多額の税金を投資してきたこと。3つ目はそもそも親に子供を虐待させないという仕組みは作ってこなかったことです。新たに施設や職員を増やせば増やした分だけ相談窓口が増えます。虐待相談は減る見込みがないので相談窓口が足りなくなります。すると児童相談所を新たに作るという予算を増やすとなります。そしてまた相談窓口が増えていきまた予算を増やす。これは相談増加と予算増加のいたちごっこが永遠に続くだけです。はい、虐待はなくなりません。消防士を増やしたら火事が減りますか。減るわけないですよね。それと同じです。はい、相談件数が増え続けていつまでも頭打ちしないので、まあ、実態は相談件数よりはるかに多いと推測されます。そこで、これまで通りの防止策を漫然と続けているとどうなるでしょうか。はい、施設や職員を増やせば増やすほど現実には職員の忙しさが加速します。疲れがたまります。相談1件あたりの解決の精度がどんどん甘くなります。はい、甘い解決が続けば割を食うのは子どもです。はい、こうやって児童相談所の児童福祉士がこんなに疲れていたら解決の姿は甘くなるんですよ。そして困るのは、はい、子どもです。児相の職員も追いつけません。はい、たとえ子供を保護できてもその子の悲劇が続きます。一時保護所から約8割の子供が児童養護施設に行きますけどそれ以外は里親の家で暮らし始めます。はい、ね、すると、ね、残念だけれども施設の職員や里親などから虐待される子がいるんです。はい、はい、残念だけどこういう報道があります。これ厚労省にもちゃんとホームページで報告事例が載っています。どんなふうな事例なのか、はい、いいですか。職員が複数回児童を自宅に誘い性交渉を行った。これは児童養護施設つまり保護されてから生活する児童養護施設での、子どもたちがどういうふうに扱われたかっていうのを厚労省のホームページに書いてあることですね。職員が複数回児童を自宅に誘い性交渉を行った。児童と性的な関係を持ち服を着ていない写真をデジカメなどで撮影、職員と児童が性的な関係を持つようになりラブホテルや職員が住んでいる部屋児童の居室で複数回性行為を行った。実は子どもが大人に虐待される割合というのは児童養護施設でも里親でも一般家庭でもさほど変わらないんです。はい、それどころか児童養護施設に移送されると大学進学にとってはハンデになります。はい、今日では高校生の過半数が大学に進学しています。これですね、一番下の方ですね、全高卒者って、ね、一番下50人ってなります。過半数が普通は大学に行けるんですけれども児童養護施設で育つと受験勉強のためのお金とか入学金、学費を調達するというチャンスが乏しいので約 17.8%、まあ、約 18% しか進学できていません。親に虐待されたのは自分のせいではないのに保護されて施設で暮らせば理不尽に将来の希望を奪われているんです。また虐待通報ダイヤル189に電話をすれば子どもは必ず保護されるという勘違いをしている人すごく多いです。2018年度に全国の児相に寄せられた虐待の相談件数は15万9838件ありました。そのうち一時保護された件数は2万4864件、保護されたのは相談件数全体の約 16%、 つまり児相に相談しても8割以上は保護されていません。もちろん児相に保護されなくても親権さえ停止してしまえば子どもは自分を虐待する親に従わなくてよくなります。でも親権制限事件全体でも2018年度は全国で年間399件、はい、同年度に虐待が理由で一時保護された件数は1万4468件ありましたから399件割ることの1万4468件で 0.0275、まあ、約 2.8%、 つまり児相に保護されても
危険な親から離れられるチャンスは約 2.8% しかないってことです。なぜでしょう。親権停止を家裁に請求する権利は子ども本人にもありますよ、ね、政府広報でちゃんと伝えてますよ。しかしこの権利を教える義務が学校の先生にも児相の職員にもないんです。これは権利を教えることを義務にしていない法律が間違ってるんです。子どもには虐待の被害に関して賠償請求する民事裁判を求める権利すらあります。でも同居中の親を訴えるなんて怖くてできません。子どもに安全な環境を与えて親と引き離して親を訴えやすくするっていう法整備も進んでいません。しかも子どもに暴力を振るったり暴言を吐いたり子どもの世話を放棄するっていうのは虐待ですよと、それは親権の乱用にあたるんですよってことも子どもは教えられていません。その結果虐待された子ども自身が189で通報したケースは通報件数全体の 1% で知りません。この児童本人ってやつですね。平成30年2018年度に児童相談所に寄せられた虐待相談の相談経路のうち警察からの相談が 50%、 これに学校など 7%、 福祉事務所 5%、 医療機関 2%、 児童福祉施設 2% 合わせると役所関係が 66% と一番多かったのです。一方、近隣知人からの通報はたった 14% です、はい、ね、2万人程度実数で言うと成人の国民というのは1億人いますから2万人の近隣知人しか189を使わなかったということはたった 0.02% の国民しか通報しなかったことになります、ね、つまり10年以上も189を啓発してきたオレンジリボン運動というのはあまりにも費用対効果が悪くて国や自治体が税金を出してやるような事業じゃないんです。これまで日本の子どもは親に散々虐待され続けてもほとんど通報されないで、ようやく通報された子どもでもそのほんの一部しか保護できませんでした。あなたがもし虐待されていたらその散々虐待された後でほんの一部しか保護しないという方針を望みますか。むしろそもそも虐待されない仕組みが欲しいのでは。では親に子どもを虐待させない仕組みを作る際のポイントは何でしょうか。それは親権です。終戦直後に、作られた民法には今でもこんな条文が載っています。成年に達しない者は父母の親権に服する。これ子どもは親に一方的に従いなさいと言っているわけです。自分自身のことを自分で決める権利が法的に保障されてない、一方的に親権者に支配され不当な命令に対しても拒否権がない、自分自身の将来設計に関して親と対等に交渉する権利もない、親にレイプされていてもその家から避難する権利もない、危険な親元から離れて暮らすための経済的自立を学ぶ権利すらない。日本の子供は親の許可がなければ何もできません。このような隷属的な存在は世界中どこに行っても奴隷って言われます。もし全ての親が親権について子供が安心しながら育つための養育者の法的責任のことだよねって学んでいるならば虐待など起こるわけがありません。しかし虐待する親は子供にとって圧倒的な権力である親権を王様のように乱用しているんです。2017年度に家庭裁判所に請求された親権制限事件のうち、親権制限事件373件ありましたけども約9割にあたる333件が親権の乱用が問われた事件でした。以上を踏まえると、子ども虐待防止にとって最優先の課題が主に2つあります。1つは親権を乱用する親を家から追い出せる権利を子どもに保障することです。もう1つは子どもが自分の権利を学べる機会の提供です。自分の身を守るために必要な権利を教えられていないのは恐ろしいことです。親にされていることが虐待だと気づかないまま耐えるしかないんですから。虐待だと気づかないで耐え続けていると私がダメ人間なんだからしょうがないっていうふうに自分だけを責める人生になります。なぜか圧倒的に強い 親を責めるのは怖いから自分ばかり責めてしまうんです。そうした子供が大人になるとアルコール依存症や摂食障害、うつ病などを精神を恨んでしまいかねません。つまり子供虐待は子供時代だけの話ではないんです。虐待は大人になっても延々と苦しむ時限爆弾を子供に埋め込む行為なんです。最も爆発しないうちは多くの人は虐待された過去を忘れてます。思い出すと辛いから忘れてるんです。しかし自分が虐待の被害者だと自覚がないと自分の子供や配偶者、老いた両親などを虐待してしまう恐れが出てきます。だからこそ加害者になりかねない僕ら大人自身が虐待とは何だろう、
これを学ぼうじゃありませんか。さて、児童虐待防止法では4つのタイプしか虐待だと認めていません。第1に身体的虐待、これは殴ったり蹴ったり分かりやすいですね。第2にネグレクト、まあ、育児放棄と言われますけど、子供に食事を与えなかったり無視したり面倒を見ないことですね。第3に心理的虐待、まあ、最近は夫婦喧嘩を見せられた子供は面前 DV を受けたということで心理的虐待にカウントされます。警察に逮捕されて子供は児童相談所にっていうオペレーションになってますね。第4に性的虐待、これは子供が性の意味を知ると本当に他の人に言い出しにくくなります。しかし現実の虐待はこの4つに収まりません。厚労省は高齢者虐待や障害者虐待では経済的虐待というのを認めています。自分で資産を管理できない人のお金を家族や後見人が勝手に使うということがあるからですよね、はい、でも子供がコツコツ貯めたお小遣いを取り上げる親も現実にいますし、子供手当やコロナの給付金をパチンコに使ってしまう親もいますよね。なぜ子供虐待では経済的虐待が認められないんでしょうか。現代の子供には父、母、祖父母という6つの財布からのお小遣いもあります。バイトをする高校生は3年間で30万円ほどの収入を手にしています。この30万円がそっくり子供の財産管理権を持つ親権者の親に奪われてしまう、その子供の悔しさは皆さん想像できるでしょうか。子供にとっての30万と大人にとっての300万ぐらいの価値はありますよ。その大金を奪われる悔しさを児童虐待防止法の改正に取り組んだ有識者会議メンバーは知らないんですよ。他にも子供が希望する進学先に対してその学校に行きたいなら学費は出さないぞと拒否したり、まあ、女は学はいらないぞと金は出さないというような親も現実にいますよね。これも親が金のない子供のほっぺたを札束で旗叩きながら従わせる経済的虐待です。なんで入れないんでしょうね、虐待防止法に。さて、まだ他に僕は文化的虐待というのがあると考えています。これは一般常識とハウスルールとの間に宙づりにされて家庭にも学校にも居場所を失わせるというものです。例えばある子供は親が入信する宗教団体の教えによって人を好きになってはいけないと教え込まれました。学校では何て言いますか。みんな仲良くしようって普通に言いますよね。で、一般常識ですよ、それが。でもそうするとその子は仲間外れにされます。だって周りの友達はあいつの親バリバリの器なんだぜって小学校5年生ぐらいから噂になります。だからその子は中学校の入学式以降引きこもりになってしまいました。これ実はです、僕の若い友達の話です。こういうのは宗教2世の問題だということで最近宗教虐待と言われたりしてますけども、はい、実際に当事者が本書いたりとかね、はい、次でテレビ出たりとかしてます、はい、他にも幼稚園の頃から子供に友達と遊ぶ暇も与えないで勉強させる教育虐待、ね、こういうことをね、もう最近話題になってます。これはね、お金持ちの家庭にある特徴的な虐待です。だって週に4つ、4つも5つも塾に行かせるってそんな庶民的に無理ですよね。だからよくあの、ね、あの誤解されるけど貧困になれば虐待が起こるって言ってる人いるけど、お金を持ったらお金を持ったら虐待があるんです。だからこれは所得の問題じゃないって一応覚えておきましょう。また病気や障害のある家庭、家族の世話を小さな子供にさせるヤングケアラーも最近ね、報道されるようになりましたね。でもこうした虐待は有識者会議メンバーの調査不足によって児童虐待防止法に盛り込まれていません。そしてまだ名付けられてないタイプの虐待もまだまだ実はたくさんあるんです。では政府の虐待防止策はこれまでどういう成果を出してきたでしょう。はい、これまでの政府の虐待防止政策の結果、まあ、今までのおさらいですけど、虐待相談を30年間で一度も減らせないで約200倍に増えています。児相に相談しても虐待案件の8割以上は保護されていない。児相に保護されても親権を制限できるチャンスは約 2.8% しかない。親に虐待された子どもは施設の職員や里親などからもセカンドライフされている。児童養護施設で暮らす高校生は約 18% しか大学進学できていない。0.02% の国民しか虐待通報ダイヤル189を利用しなかった。経済的虐待、文化的虐待、ヤングケアラー、教育虐待は放置されてきた。その大失敗の結果、子どもはどうなったでしょうか。2016年、これ5年前ですが、日本小児科学会は虐待で死亡した可能性がある15歳未満の子どもが全国で毎年350人程度いるという推計値を発表しました。日本のどこかで毎日1人の子どもが親に虐待され殺されてるんですよ。過去10年間では3500人、30年間では1万人以上の子どもが虐待されて殺されてきたという数字です。
もしここで虐待防止策を根本的に変えようとしないなら、これからの30年間で新たに1万人以上の子どもが虐待で殺されるということです。しかも15歳以上ならいいのかというと、15歳以上の子どもの死因は1位は自殺です。この将来の悲劇を避けるには全く新しい子ども虐待防止策が必要です。では新しい虐待防止策とは具体的にどういうものでしょうか。子どもの年齢別にちょっと考えてみましょう。まずですね、乳幼児から9歳頃までの子どもを救おうとしても、彼ら子どもは自分の苦しみを言葉で十分に説明することができません。なので子どもではなく親を教育するしかないんです。はい、そこでこれから子どもが生まれるという男性向けに、自治体で父子手帳を発行し、その中で子どもの人権、親権者の責任、法的責任というんですね、虐待とは何かの3点をまず紹介するんです。世の中にはですね、虐待とは何か全く分かってなくて、乳幼児の扱い方も分からない、で自己流で高い高いやってしまう親がいます。はい、ね、すると赤ちゃんの脳に障害を起こさせて死なせてしまって最終的に逮捕されます。これ多いんですよ最近ね。でだからこそ父子手帳を作って子育ての基礎知識も盛り込む必要があるんです。で親権者とは子どもの安全安心の中で育てる法的責任者です。世界中見渡しても親権は子どもを支配する権利はありません。なのに子どもは親に一方的に従えという民法、これを重ねきて子どもを支配したがる親がいるから虐待が平然と行われているんです。じゃあ次にね、子どもが10歳以上の場合の虐待防止策を考えてみると、10歳以上だったら自分の気持ちを、ね、あるいは自分に起こった出来事を文章で表現できます、ね、そこで親から切実に、親からされて切実に嫌だったこと、あるいは今も嫌なんだということをテーマに作文書いてもらう。これを小中学校、義務教育の年間行事、年に1回やってほしいんです。これは公立校を管轄する自治体の理事さん、市議さん、県議さんだったら、今すぐできることではありませんか。この際、学校図書館に日本一醜い親への手紙という本を入れてください。はい、この本は親に虐待された10代から50代までの100人が書いた虐待告白集です。この本を読むと、子どもは自分の身に起きていることを虐待だと自覚できます。作文に自分の被害も書きやすくなります。あ、これ虐待されてるってこういうことかって分かるわけです。緊急保護が必要な子がすぐに超虐待できます。もっとも子どもは虐待されてると気づいても家から自分で避難するっていう方法が分かりません。それでも子ども自身が稼げるようになるなら自力で避難でき、親を必要としなくなります。もちろん中学卒業までは雇ってくれる会社ありませんから、自分で仕事を作り出さなければなりません。それには実践的な企業教育が必要です。そこで地域にある NPO、 青年会議所、ベンチャー企業などが連携して子ども向けの、無料の企業塾を運営するといいでしょう。未成年にお金を貸す金融機関がありませんから、無借金経営でリスクもありません。自分で稼げるようになれば、親に進路選択に口出されても自分の進路を自分の力で守れます。売春などの非合法な手段で家出資金を作る必要もなくなります。せめて警察で駆け込めるだけのタクシー代を作れれば自力で避難できるんです。自分の商品やサービスを作って売る技術さえ身につけておけば、親から、避難したいときに自分でお金を作って助けを求めることができます。基本を学ぶことは子どもが自分を守るために、の権利であり命綱なんです。子供はいつの時代も大人の知らないところで大きく変わっています。20年ほど前から高校生起業家が話題になりました。10年前には中学生起業家が注目を集め始めました。最近では小学生起業家が珍しくなくなりつつあります。小学生から起業を始め中学生起業家が増えたために、財務省所管の日本政策金融公庫では、この日本政策金融公庫って、まあ、コロナでちょっと注目されましたよね。だいたい中小企業に1億円くらい貸してくれる国の機関ですよ。この日本政策金融公庫ではね、高校生ビジネスグランプリを毎年開催しています、ね、だつまり小中学生の起業が増えたから高校生にビジネスプランを聞くんですよ。そういう時代なんです、ね、鹿児島にはね、すごい先進的な取り組みが実はあると僕は知ってますけどね、指宿市立指宿商業ね、株式会社イブショーって高校生自身がいわばその株主社員になって新しい仕事というか新しい事業を高校生自身が作っています。指宿市はすごいと思っています、はい。このように経済的自立をしなければ身を守れないのは、親権者の許可がない限り子どもはバイト一つできないからです。
日本は子どもの権利条約を批准していますが、この国際条約に伴う法整備は遅れがちです。それは子どもを守るという文化が日本には歴史的にないからです。事実、多くの国民は早く子どもの権利条約に基づく法律を作ってくれと政治家に強く求めることがありませんでした。この条約に明記された子どもの権利の一つに生きる権利があります。本当は生きる権利を子どもに法的に保障すれば虐待なんてなくなります。不安と恐怖しか与えない親を親権者から排除できる権利、これを子どもに与えてしまえば、親は子どもを虐待したくてもできなくなるからです。例えば子どもが学校や役所に、もう怖いから、あの親怖いから、チェンジしてって言ったら、もう警察が 3分以内にやってきて、家から親を取っ捕まえて、同時に親権も停止されるという法律を作れば、虐待なんてすぐになくせます。子どもを守る、一番社会で一番弱い子どもを守ろうと思うなら、簡単にこういう法律を作れば、虐待なんて一瞬で終わります。なのに、子どもを支配する権利が親権だと勘違いする大人が多くて、子どもの権利に対抗する抵抗勢力になっているため、子どもは今も虐待被害に耐え続けているんですよ。夫婦なら嫌になれば別れられますよね。危険な親のもとに生まれた子どもは家から避難したくても、家庭裁判所に訴えないとできません。親権の一時停止とか剥奪やらないと逃げられないんですよ。それどころか虐待されている子どもを目撃しても、その子をあなたの家に保護したら警察がやってきて、あなたは誘拐罪で逮捕されます。はい。ね、子どもの居場所を指定する権利は親権者にしかないからです。だからね、親族、はい、次、親族でも逮捕されてるんですよ。なんでかって言ったら、子どもの居場所を指定する権利は親権者にしかない、親にしかないからですよ。だからもし家から逃げたお姉さんがいたとして、お姉さんが妹も虐待されてるから、うちにも入れって言うと逮捕されてるんですよ。この法律突破するには、民間人でも非虐待児を発見したら自分の家に緊急保護できるという、ね、例えば短期民間養護者みたいな制度を条例で作ってもいいはずです。はい。あ、これもさっき言った、ちょっとですね、これですね、まさに。はい、ね、これは僕のアイデアですけど、保護する際は子供を家に入れる前に役所へまず連絡、うん、で一時的に児童相談所からの事業委託をされるっていう手を取るわけです。これは親権者から警察へ訴えられても逮捕されないようにする身分保障です。そして保護してから72時間以内に児童相談所から正式な、事業委託通知をいただくと。で、それをもらったら2ヶ月は保護できますというふうにすればいいです。で、この制度だったら子どもが家庭裁判所に親権請求を訴えるチャンスが生まれます。あらかじめ民間養護者バンクを役所内に作り、地元の子育て NPO や子育て食堂などの、子ども食堂ね。子ども食堂などの人材を多数登録しておけば、民間人が保護した子どもを団体から団体へというふうに移すことで、虐待親が子どもを隠し続けられるからですね。このような新しい制度のアイデアが必要になるのも、この国では、一時保護所は定員オーバーでパンクしているために民間人による保護が必要だからです。それぐらい親権が児童相談所よりもはるかに強い権力として子どもを支配しているのです。実際2ヶ月間の一時保護に同意しない親権者がいるので、最近厚労省は家庭裁判所の判断による保護令状を作って、保護の際は子どもの意向を踏まえるという法案を来年2022年の通常国会に提出するそうです。はい。司法による法的強制力を持たせてまで一時保護を貫く必要があるのは何ででしょう。親権は本来国から親に義務付けられた養育の責任なのに、子供を支配するために乱用する親が多いからです。子供を親の奴隷にする親権制度が虐待を動機づけているんです。だから虐待は子育てのノウハウ不足から起こるのではありません。親の所得、学歴、人格、生い立ち全く関係ないんです。虐待とは貧困だから虐待が起こるという発想は貧困に差別です。教育虐待は親に週5日も塾に出せる大金がなければ教育虐待できませんよね。はい。問題は父母2人だけに子育ての全責任を負わせている親権制度なんです。この制度ではどんな親でも子供を一方的に支配する毒親にならざるを得ません。この民法は戦後の1947年に作られました。当時の常識では3世代同居は当たり前で、父母は労働者、子育ての担い手は労働者で亡くなった祖父母でしたよね。核家族が増えた今日では、子育ての全責任を父母の2人だけで果たすのは無理ゲーなので、虐待が動機づけられてしまうんです。子育ての担い手を増やすには、誰でも親権者になれるようにするっていう制度が必要です。
その際は子ども自身に親を選ぶ権利を法的に保障する必要があるでしょう。大人は子どもに親権者としての法的責任を問われているんですよ。子どもが親権者を選べる権利を得たときに、私たちは大人は子どもに選ばれるような人間でしょうか。僕はこういう反省から物事をスタートする必要があると思っています。子どもを苦しめている制度は親権以外にも民法にたくさん書かれています。例えば実の父親からレイプされ何度も中絶している少女いますけれども、その子は自分を虐待した親が死ぬまで扶養、看護、介護する義務を負うことになっています。こんな民法を放置していたら子どもが死ぬまで親の奴隷です。そこで経済的に自立する手段まで奪われてしまっていれば、子どもの生存戦略はいくつもありません。虐待被害に我慢をし続けた果てに精神を病んでしまう、自殺する、親を殺す、無差別殺傷事件を起こして刑務所に逃げる、いろんなね、あのことを言うけど少ない選択肢なんですね。この中で悩むんです、本人は。僕はそこに家出するっていう選択肢を提案しています。はい、実際1999年に完全家出マニュアルという本を書いています。家出には新聞やテレビが報道しているような危険などほとんどありません。家出して犯罪の被害に遭った未成年は警察発表では 2% 未満です。僕もこれ調べましたけど、300人くらい家出人取材直接やってますけども、まあ、ほとんどあの犯罪と無縁ですね。実の父親から毎日のようにレイプされて中学生の少女、これから僕は直接相談を受けてますけども、あるいは両親の喧嘩を日常的に見て精神のバランスがもう壊れてるっていう高校生の男の子、まあ、こういう子も全県実にいますけども、この子たちにとって家では家にいるよりはるかに安全な選択肢であり、生き残るための希望です。家出っていうのは虐待からの自主避難なんですよ。未成年が親の金を盗んだ場合、窃盗罪にはなるものの刑罰は免除されます。まあ、せめてね、虐待されている場合は親の金を盗んでも家で盗んで家出しても罪にならないという法律をに変えてほしいです。子供は自分で、そうすれば自分で稼ぐ必要すらなくなります。しかし有権者の大人が法改正をしない以上、父親にレイプされている娘は親の金を盗むか盗むか自分で稼ぐことをしない限り、いつまでも父親にレイプされ続けるんです。だから親からね、もし家出しないで虐待に耐え続けるとどうなるでしょうか。中高生にとっては性虐待っていうのはもう誰かに相談するのもものすごい大変な勇気にいますよ。なので児童相談所が国に報告した虐待のタイプ別、つまり4つのタイプのね、タイプ別相談件数では性虐待は極めて少ないことになってます。はい、ね、1% 台とも言われてる。しかし実態はこの何十倍も多いはずです。日本一憎い親への手紙を作る際、虐待された人から体験記を公募したんですね。そうするとね、まあ、投稿が全国から集まります。そうすると4つの虐待のタイプで分類すると、応募者の約3割が性虐待の被害者でした。もちろん性的虐待に限らずね、虐待されている子どもの多くが一人で苦しみを抱えています。しかし働き手の親が虐待に通報され逮捕されてしまったら、自分や家族の生活も成り立たなくなります。だから誰にも虐待の被害を打ち明けられないまま虐待され続けるんです。ではどうすればいいでしょう。虐待されても必死に生き残ってきた人から話を聞いて新しい防止策を作ればいいんです。被害の当事者こそが虐待されて何に切実に困っていたのか、どうして欲しかったのかを有識者や研究者よりもはるかに具体的に知ってるんです。専門家なんていうのは取材しないと当事者のことが分かりません。僕もそうですけど。当事者の方がよっぽど詳しいです。そこで僕は2018年から毎年子供虐待防止策イベントを全国の市民にネット上から地元で開催しようよと呼びかけて、昨年も全国7カ所飛び回りました。昨年12月東京のイベントに参議院議員の自民党山田太郎さんが参加しました。はい、左に立っている人そうですね。そして山田議員は会場で出会った虐待サバイバー、ちょうど真ん中でマスクしている女の子ね、ロン毛のね、彼女なんだけども、を半年以内に自民若手の勉強会に招くと去年12月約束してくれた。そしたらね、半年どころか今年の3月に子ども庁を創設する、ね、チルドレンファーストの勉強会というのが自民若手の議員を中心に始まりました。はい、そこに招いてくれたんですね。はい、どうぞ。風間さんって人です。そこで虐待被害者の当事者が子ども家庭庁ではなくて子ども庁にしてほしい、子どもファーストだったら家庭はセカンドと発言すると満場一致で子ども庁に決まりました。
いいですか、自民若手って大体1回から3回ぐらいまでの選挙を受かってきた自民党の国会議員たち、まあそのように、そうだよねって、子供にとって家庭、虐待された子供にとって家庭って言葉は地獄って呼ぶんですよ。あるいは何だろう、可虐と呼んでもいいかもしれない、虐待と呼んでもいいかもしれない。だからいじめ虐待庁欲しいですかって話なんだ。それは嫌だよねって、怖いよねっていうことで家庭って言葉を外したんです。でその優しい配慮を踏みにじる動きが自民党で12月15日起きてしまいました。現在子ども家庭庁という名称に今ね、自民党が基本方針決めてしまったんですよね。恐ろしいことです。しかもね、公明党も子ども家庭庁を支持してます。立憲民主党は10年前の提言から子ども家庭庁という名称を変えていません。政府が子ども家庭庁という名称をもし正式に採用して国会で決まってしまうと、虐待の恐怖がフラッシュバックしてうつ病をこじらせてしまうという人が出てくると思います。その時に政治家はどういうふうに責任を取るんでしょうかね。いや知らない、そんなこといるかもしれないけど、知らない、把握できないで終わらせるんですかね。逆に野党が子ども庁に戻そうと動き出せば世論を味方にできます。なぜか、まあね、まあ、しかも来年の参院選で議席数を伸ばせますよ。実際子ども家庭庁という名称に反対するネット署名、たった2日間で賛同者が1万人突破しました。今日はもう2万人も突破してます。3日目なんですけど、なぜ家庭という言葉に反感が集まるのか。それは子どもの人権が法律だけでなく社会全体で軽視されているからです。まず子どもには参政権がないので、選挙の際には有権立候補者から相手にされません。虐待されて子どもの意見を聞いて候補者を公約にするっていう人もほとんどいません。次にテレビや新聞は広告収入に依存して成り立っているため、スポンサー企業は購買力のある親の方を大事にします。子どもの権利よりも親の財布の方に関心がある以上、スポンサーが喜ばない子ども側の言い分は二の次になるわけです。しかも、問題は金だけの話ではありません。虐待を自分事として考えられない大人が多すぎるんです。よく考えてください。レイプした男とレイプされた女がいたときに、あなたはどちらを先に救いたいですか。普通は被害者の女性の人権や心身の健康を守ることを優先するんじゃないんですか。しかし子ども虐待では虐待って逆なんですよ。子供を虐待した親を真っ先に駆け寄ってきて、あなたが子供をレイプしたのは子育てストレスなのよね、あなたも大変だったのねと言い出すわけです。それが子ども家庭庁という名称にする根拠なんですよ。真っ先に守るべきはレイプされた子の人権と健康ではないですか。親権者が子供を支配する、こういう民法を日本人は戦後から74年以上変えてないんです。日本には子供を大事にする文化そのものが歴史的にないんです。これ認めましょうよ。そろそろ子供を大事にする文化はむしろこれから作っていくしかないんです。それでも僕は希望を作りたいし、希望はあると思ってます。昨年の子供虐待防止策イベントに出席した東京都議会の与党都民ファーストの都議会議員は、彼らの勉強会に虐待サバイバー2名と僕を招いてくれました。野党の勉強会でも超党派の議員の集まりでも、虐待サバイバー当事者や僕を招いてくれれば、虐待の本当の現実とか新しい防止策を具体的に語れます。今年8月には立憲民主党の群馬県連も僕や地元の虐待サバイバーを招いてイベント開催してくれました。子ども虐待防止策イベントは今年全国7カ所で地元市民が開催しましたよ。はい、今日最後なんですけどね、今年このイベントも鹿児島のボランティアチームカルカによってね開催されています。他にも、イベントを手掛けた、群馬県太田市の市民は短期民間養護者制度を市長に実際提案しに行ってます。ちょっと今市長としてはツーショット撮るの忘れちゃったというけど、実際に行ってるんですね。今年10月に奈良で開催した子ども虐待防止策イベントでは、大和高田市の、南金次郎市議が出演してくれた虐待サバイバーを市内の小中学校に招いて話してもらうことができないかと提案してくれました。こういう具体的な提案をここでも後で議論の時間にしてほしいです。さて、これまで学校は家庭問題に対して不介入でした。でも政府は子ども庁の創設に動き始めましたよね、一応ね。国が動く前に自治体が虐待予防教育を公立校に取り入れられれば、その自治体は全国的にも注目され、議会に条例案を出した議員は選挙で勝ち抜けるでしょうね。子どもの頃に虐待されて大人になった人はすでに有権者ですからね。厚労省が全国の児童相談所を通じて子ども虐待の統計を取り始めた1990年から2020年までの31年間で相談件数は合計162万6001件ありました。相談1件に1人の被害児童がいると一応概算で想定すると、
通報されたのが現状のもし10分の1だった場合、ざっと1600万人の虐待サバイバーがすでにいることになります。現在はもし小学校の子でも10年後はまあ大体成人してますから、1億人の成人がいれば1600万人は 16% ですよ。しかも1990年以前に虐待された子どもももうすでに中年になってますから、今後も虐待相談がしかも増え続けることが見込まれるので、実質的には 16% ではなくて 20% 程度が虐待サバイバーの有権者、これが10年後にはいるだろうということです。はい、5人に1人の有権者を味方にできるかどうか、これ選挙ではかなり大きい話ではありませんか。もし古くて役に立たない虐待防止策を公約に掲げれば落選要因になります。サバイバーの満足できない防止策を掲げたら逆に5人に1人の有権者を敵に回します。これまで虐待防止策で主に語られてきたのは警察、児相、学校などの役所同士の連携で早期発見を進めること、もう一つは子育て支援でした。その結果虐待相談ばかりが増えて、早期発見では児相に保護されない子どもが8割以上もいて、その子たちの一部は親に虐待された果てに殺されてきました。また親を助ければ虐待は減るというのはもう幻想に過ぎませんでした。それを子育ての相談のありようからちょっと検証してみましょう。実は子どもを虐待する親には4タイプいます。まず A 層、はい、虐待はしてないんだけど虐待しそうなので相談したいっていう親いますよね。特に初めての子の場合子育てストレスはかかりますよ当然。誰にも相談できないまま乳幼児に手を上げそうになったり、大声で叱り飛ばしたくなったり、あるいは脳内だけでもう虐待しては、自制心を保とうとしている親がいます。はい、こういう親は子育てノウハウを相談できる相手が身近にいたり、市役所などの子育て相談とか、あと児童相談所に足を運んでくれれば安心を得て早めに虐待願望を捨てることが見込まれます。そうした親なら子育ては近隣の市民と頼り合っていいという文化が社会に広まっていけば、親子ともども孤独な苦しみから救われていくかもしれません。では B 層はどうか。この親はすでに何度も子供に手を挙げていて、イライラするたびに子供に怒鳴ってますが、加害者としての自覚と反省はあります。でも B 層の親の不安は虐待してない A 層よりはるかに大きいんです。誰かに相談したいんだけども叱られちゃうんじゃないかなと、相談したら子供が自走で連れて行かれちゃうのかもと、虐待なんかしたくないのにしてしまう自分は本当にダメ人間だと。そんな B 層は親自身が子育て疲れて自殺願望を持て余していたり、こんなダメな私は相談しても相手にされないんじゃないかと自分を責めている場合が多いです。だから B 層は相談相手を厳しく選びます。これポイントです。子育てが上手な人が責められたくないんです。 B 層は心理職などの専門家のような偉い人が怖いんです。ちゃんとしてる人が眩しく見えて近寄りがたいんです。そういう人たちがいる役所の子育て相談には頼りたくないんです、ね、公認心理師を揃えております、 お手軽に相談してくださいって役所のホームページに書いてある。それあればあるほど多分当事者は近寄りがたいですよ。そこで過去に子供を虐待してしまっていたけれど子供に心から謝り続けて今では子供から許されて親子関係が良くなったという親、つまり元ダメ親を相談員として配置すれば相談しやすくなりますよ。元ダメ親の市民を公募してハンドルネームや顔のイラスト、簡単な子育てプロフィールを載せてネットに、で相談したい親が自分の安心できそうな元ダメ親を指名して相談できるようにしてはいかがでしょうか。そして24時間体制で電話相談ができるようにすれば子供の夜泣きでうつ病になりかねない B 層を救うことができますよ。このように当事者を人材として活用する仕組みは子ども側のニーズでもあります。子どもは周りの人に虐待相談しても結局親なんだからあなたのことを考えてくれてるよっていうふうに説得されてしまったり、友達によってもお前の悩みめっちゃ重いから付き合いきれんよとドン引きされたりしてるんです。だからこそ子どもに気軽に相談してねと大人が期待するんだったら、子どもの頃に虐待されたことのある虐待サバイバーを相談員として高いキャラで雇ってください。虐待の苦しみから必死で生き残ってきたことには大きな価値があります。だからこそ高い収入を得られるんだ。そういう仕組みがあればこそ今まさに虐待されて自殺を選びそうになっている子どもに生き残る価値を感じさせ将来の希望になるんです。こうした提案を市議会に陳情したり市議にメールするなどの動きを一人でも多くの市民が始めれば B 層の親は救われるかもしれません。しかしそうしたアクションを僕ら有権者はの市民は行ってきました。その結果 B 層の親は C 層に転落していったんです。
この心象の親というのは虐待がすでに日常化して誰にも気づかれたくない親です。役人が公的支援を案内してもうちに虐待なんてありませんよと笑顔で断りますし、表向きには世間体がものすごく良いです。つまり心象の家庭は密室化してるんですね。そういう家の子供は親から家の外の人に何も言うなよと固く禁じられています。だから誰かに相談したくても親からの報復を怖がっているのでできません。子供はそしてシーソーの親はいつものように虐待し、結果的に子供を殺してしまうんです。なのでご近所や幼稚園などと深く付き合うことはありませんし、公的支援を断る親に虐待の恐れが高いことは役所のホームページで警告している自治体多いです。このチェックリスト、はい、ちょっと、はい、このチェックリストは茨城県石岡市のホームページからの引用です。まあ、似たようなチェックリストは結構いろんな多くの市で採用しています。この心象の親にとって子供虐待が快楽なんですよ、はい、ね、痛ましい事件で続報でこういうことが出てきますよ。虐待依存症と呼んでいいほど本人、この心象の親は本人は自力で虐待を止められません。だから虐待を嫌がる配偶者も巻き込んで虐待を世間から巧妙に隠し通すことを強要し、虐待に加担させ共犯者にすることで支配したがります。子供を大事にする文化が歴史的にない日本ではいくら子育てしやすい環境を整えてもシーソーによる虐待死は防げません。シーソーの親を治療に結びつけない限り子供が悪くなるだけです。もっともね、子供にとって親に殺される以上に辛いことがあります。それは自分が死ぬまで親の奴隷として生きなければならないこと、自分の生存の手段にするために子供を支配する親がいるんですよ。それが D 層です。シーソーの親は子供を殺されてしまった、殺されてしまった時に発覚します。しかし D 層の親が子供を虐待する目的というのは、自分の命令に必ず従う都合の良い奴隷を育て上げて、上げることですから、殺してしまったら子供に飯を作らせることすらできなくなります。だから子供を生かさず殺さずの状態において洗濯や掃除をさせ金を運ばせます。やがて自分の介護の面倒を見させるよう日常的に奴隷にしているんです。例えば娘を妊娠中絶あるいは出産させる父親がいます。しかし親権者には子供の居場所を決められる図書指定権があるんで子供は家から逃げられません。だから親権者からの法的支配が及ばなくなる成人になってから自分が病んでしまったその精神病を自分で働きながら自己負担しているというサバイバーはものすごく多いです。そんな深刻な現実があろうと D 層の親は私の子供に私が何をしようと私の勝手だと居直るほど罪悪感も加害者意識も乏しいんです。これが D 層なんです。 D 層には俺はね親父にもっと辛い目に遭わされてこの程度で虐待なんて言うなと過去の自分の虐待被害を免罪符に主張して語る親もいます。子供にお前は私の老後を世話するために産んだんだぞという親も実際にいます。で日本の子供は大人になれば生活保護を受給するレベルの貧困でない限り自分を虐待した親を扶養介護する義務を法的に負うことになります。これが民法、ね、でじゃあ介護放棄すればいいじゃないか。じゃあ放棄したらどうなるか、はい、逮捕されかねません。現実には生活保護を受給していても認知症の親の介護はせざるを得ないですよ。しかも子供が障害児のために世話が大変ってそういう親もいますよ。そうすると自分の子供と自分の親っていうダブルケアになる。でダブルケアの果てに我が子を殺すしかなかったっていう事件がこの間報じられましたよ。 見たことあるかもしれない、つい最近の事件だから。これはね、法の壁によって市民の自由が奪われた結果の悲劇なんです。せめて自分を虐待した親の介護を放棄する権利を法的に認めてくれませんか。民法を変えない限り子供は親が死ぬまで親の奴隷です。こうした深刻な現実を放置してきたのは子供に選挙権がないことを知りながら子供を苦しめる法律を変えようとしなかった私たち有権者です。政治家や児童相談所の職員などの特定の職業を個人的に非難し続けても虐待は減りません。彼らの仕事の根拠となる法律を変えるしか子供は救えないんです。子供虐待をなくしたいなら子供視点で虐待防止策を見直しませんか。その際虐待された当事者の声を大事にしてほしいんです。はい、なぜか子育てを評価できるのは世間や専門家じゃなくて子供だからです。
子供に嫌われたら老後は介護されない、こういう法律を作れば虐待なんてできません。子供を虐待した結果孤独な老後になるという現実はもう始まっています。最近虐待された人の中から親と縁を切って親の知らない場所で暮らし、役所に住民票の閲覧制限までして親の介護を放棄する人が増えてきました。彼らが罰せられない法制度を作ってほしいです。このイベントの冒頭で私たちが虐待された人たちの痛みを知りました。子供の頃から虐待されてきた人がやがて親を捨てるのは当然の権利じゃありませんか。来年2022年4月1日から18歳の誕生日を迎えれば成人になります。高校生でも誕生日を迎えれば家出しても何ら問題なくなるんです。成人なら子供の居所指定権を持つ親権者からの支配から解放されるからです。きっと家出は増えます。僕は彼らに合法的に稼げる方法を教えたいです。そのように経済的自立の方法を教えるのが法改正を待たずに虐待から救われるほとんど唯一の方法だからです。なお子ども虐待を止める方法には民間でできるアクションもたくさんあります。それについては子ども虐待をなくせるという本を読んでください。以上で僕の話は終わるんですけど、会場の様子をスマホで撮影して感想やツイッター、フェイスブックなどに公開してほしいです。ハッシュタグこれです、はい、よし皆さんのお手元に新しい虐待サバイバー当事者からヒアリングした新しい虐待防止策2012年度完成版というのがあると思います。そのプリントを読んでですね、これいいなと思ったら手を挙げてほしいんです。そこに書かれてない提案ももちろん大歓迎です。自分が子供の頃に、切実に欲しかった、防止策とか支援というのを自由に想像してみましょう。でですね、このイベント実は生配信とビデオ撮影をしているので2点だけご注意ください。発言の際は名前を言わないでください。これ一般市民に対してです。政治家の方はぜひ名乗っていただきたい。であともう一つは後ろを振り返らないでください。後ろから撮って背中から今撮ってるんで、はい、ということで、そうだな、参加者 の, 政治家リストの名前ちょっとリストください。今撮ってる方がということで、この何番目のアイデアいいじゃないかっていうところからちょっと教えてもらえるとありがたいです。はい、ありがとう。はい、ちょっと単純に振ってみよう。このアイデアいいじゃんとか、これちょっと興味あるっていうところからちょっと話を進めようかなと思います。はい、面白そうとか、このアイデアいいなってないですか。あるいは今日話を聞いてみて、こういう虐待ポストが必要なんじゃないかなと思ったとか、そういうところからでもいいですよ。はい、どうぞ。はい、ま、ハンドマイク、はい、後ろからマイクもあります。はい、すいません。ですね、自分はですね、ちょっと今日加藤君、これ名前出しちゃダメですかね。ちょっとツイッターで会を教えてもらって、それで今日参加して、ちょっと正直ですね、自分も娘と息子がいるんですけど、実の子供に対する虐待暴力とかっていうのは正直自分からするともう絶対にありえない話で、そういう被害者が多いっていうのに、まあ、一番びっくりはしてるんですよ。正直我々がよくニュースで見るのはちょっとセンシティブになるかもしれないですけど、結構シングルマザーのやっぱり離婚したら大体やはり女性の方が親権者になることが多いですよね。ですからシングルファザーよりシングルマザーが多くて、その再婚相手だったり交際相手だったりに虐待されて死んだりとか、まあ、つい最近だと先ほどの画像にもあった熱湯をかけられた3歳の男の子、そういうパターンが多いのかなと思ってたのが、実の親からの虐待の差にちょっと今日は衝撃を受けてるんですが、実際今自分がここに今日来ようと思ったのは、自分がですね、ここにいる皆さん知らないことかもしれないですけど、連れ去り別居というのをやられて、実の子供誘拐、実子誘拐とも言うんですけど、まあ、ある日と突然、まあ、いとこのところに遊びに行くと言って、
夏休みに送り出したら、まあ弁護士から、婚姻費用の調停と離婚の調停を申し立ててこられて、全くの話し合いもなく、それで子供と断絶させられて、2年間子供と会えてないです。その間自分は高額な婚姻費用もずっと払い続けています。じゃあ面会交流調停すればいいんじゃないかという方が多いんですけど、面会交流調停なんてしたんですよ。して問題がないんです、問題がないっていうのを取り決めて調停が終わったんですよね。施行面会っていうのをして、まあ電池上げ DV 虚偽 DV っていうんですけど、 DV 法の悪用で DV 受けてますって言えば住民票とか隠せるんですよね。それをされて DV の事実もないのに、それで子どもたちが怖がってるという嘘をずっとつかれて、ひたすらもう調停を何回も繰り返して、一度調停で施行面会といって裁判所で子どもと会って、で子どもが自分に飛びついてきて、子が怖がってる、ことは一切ありませんということで、合わせるべきだというふうになって、それなのに向こう側が調停で決まったことを不履行にするんですよ。で養育費とか婚姻費用に関しては差し押さえとかそういうのがあるのに、面会交流に関してはないんですよね、罰則が。それがもう親権問題なんですよ。本当に今の親権離婚、よく分かってるんですけど、はい、今5分以上話してて、ちょっと申し訳ないけれども、親が子供の親権を引っ張り合う話は僕はどうでもいいと思っていて、そうじゃなくて子供が親を選べるんならそれは子供の権利の話になるんだけど、今親権が、単独親権や共同親権の問題なのでというのは大人の事情にすぎません。子供からじゃあ選ばれる人ですかっていう眼差しがないと子供の話になっていかないんですよ、いつまでたっても。ただちょっとその自分が今後怖いのが、今2年間子供の状況をですね、婚姻中なのに知れないんですよね、そのやり方を。それは親の権利として知れないと思うんですよね。知れないんですよ。ですから要は男の子と同じような状態になる可能性があるということなんですよ。わかりますけれども、はい、親の権利の話はちょっと横に置きましょうって話を今してます。子供から選ばれるって言って、子供に選ぶ権利を与えるっていう話を先に進めないと、親の要するにうちのところに子供が来ないのなんてだよっていう親の話になっちゃうじゃないですか。まあなので自分はこの7番のですね、案が自分が言いたいことに賛成というか、子供を見る目はやはり多い方がいいと思うんですよ。なるほどなるほど。はい、そういう点でですね、7番がいいなという。親権フリー&シェアっていう名付けてる制度なんですけど、別に実の父親母親じゃなくてもいいじゃないですかと。子供が自由に親権者を選べる時代が来た方が良くないですかっていう話です。しかもそれがお父さんお母さん2人だけじゃなくて3人4人っていうふうに、法的責任者ですから、親権者っていうのは養育の法的責任者が増えてくれた方がいいわけですよ。子育てしやすいですよね。責任を持って子育てしてくれる人が増えた方がいいじゃないですか。でもそれが子供にとって不安や恐怖しか与えない人であれば、子供がチェンジって言ったら変えられるっていう風にした方が子供の安全守れますよねっていう話なんですよね。はい、他には、はい、前のこっちの前、はい、今ちょうどマイク消毒してから渡すっていう、もう一本あるよね。はい、はい、次渡して、はい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 、どうぞ。霧島市の秋丸と申します。で、先日市長選挙に立候補しましたが、落選したものです。それまで市役所で福祉関係に長くおりましたので、自分の経験も踏まえてですね、先ほどの、お話ずっと聞いてまして、私的にはその抑止力的なお話が多かったように感じました。で、それは、例えば
虐待したらこうなっちゃうよ、だから虐待しないでおこうねっていうお話、あまり有効ではないのかなと自分的には感じて、その中で今この中で言うと一番目のところですね、一番目のところのこの相互家庭宿泊とかいうところ、結局子ども自身が訴える方法、それを作ることだと思うんですよね。周りの人間が学校であったりとかがなかなか気づかないっていうのもあります。そこをやっぱりもう子どもが訴えられることを学校でやっていく仕組み、その中でまあこういう人権だよ権利だよという話よりはあれっていう気づきが子どもに与えられるのがこの一番が面白いかなと思いました。他には乗ってないものでも、はいはい、一緒、はい、すいません、顔の名前出していきます。マイク近づけてもらえ、はい、根本的な問題です。ここに乗ってないことなんですけれども、ここに乗ってないことなんです、はい、ちょっと入ってないかもしれない、斜めこれ、これぐらいになります、はいはい、ここに載ってないことで、そもそもの問題なんですけれども、はい、そもそもの問題として、親権が、親権の問題で大きな問題は、子どもの虐待があった際、これアメリカなんですけれども、アメリカの私がいたところでは、まず虐待が発覚すると、家庭裁判所の方、アメリカの家庭裁判所の方で、親権が停止されるんです。でその停止をされてから、じゃあ子どもをどうするのか、そして、子どもの、治療的なことが必要ならば子どもは治療的に行ったり、里親に行ったり、施設に入ったりします。そして、親に対しては、子どもの意思確認をした上で子どもと面会をできるか、また同居ができるかっていうふうになっています。そして、子どもが親との、同居を望む場合はかなり厳しいルールがあって、親がきちんとセラピーを受けるとか、そういったようなルール化されているんですね。確かにこれが日本に馴染むか馴染まないかといったときには、例えば日本ではその親がセラピーを受ける場所が非常に数が少ないこと、精神科医の数が少ないことで、アメリカのように、心理カウンセラーの数が全くもって足りないので、これを法制化するというのはかなり問題が、限界がどうしても生じる。とは言っても、まず根本的な部分としては親権の停止ということが今よりもスムースにできないと、いけないというところは感じるところです。だから親権の選択以前の問題として、親権の停止ということがよりスムースにできるような法律や制度や、またそういったことが国民の間で議論、また国会議員も含めて、議論していかないと根本的には変わらないと思うので、これ以前の問題として、そこを、ぜひちょっとここにいらっしゃる方の意見を聞きたいところです。どうでしょう、議員さんもいらっしゃってるんで、ちょっと聞いてみたいんですけど、今、親権をもうちょっと速やかに処理できないか、そういうアイデアがあってもいいんじゃないかっていう話が出たんですけど、山内さんからいいなと思うんで、大園さん、鹿児島市、どちらですか、あ、一緒です、うん。どうですか、今、親権はもっと速やかに停止したらいいんじゃないかっていう。そうですね、親権の関係でいうと非常に難しくて、まあ、今僕もですね、地域の方で、本児童虐待をどうにかしたいという方々がいらっしゃって、じゃあ、まあ地域を見回りをして、で泣き声とかしたら、まあ、代わりに通告するじゃないけど、まあ、そういうのをしましょうかと、まあ、NPO 法人を立ち上げて、それで、まあ、回していたんですけども、新しく国がですね、心配されるお家にを紹介してくれて、そこに毎週1回弁当を届けるという事業をしていて、でそれで、まあ、今してるんですよ。でその実際そのさっき ABCD というその重度のものから軽度のものまであるんですけど、まあ、AB ぐらいの方はお弁当を持ってきましょうかといったら返事をしてくれる。ただ CD の方になってくると、いやもう結構ですと、なんてなかなかいけないんですよね。でそういう中で例えばその私にその NPO 法人を言ってくれた方は何ですかね、
お家に突っ込めないのかと、ピンポン押してちょっと今鳴き声しましたけどできないのかと言ったりするんですけど、それがまあ今難しいですよね。そうです、火災の令状がないそうですね。ただそのまあもしその公園で一人いる子供を、あ心配だねってうちに寄っていかないって言ってもダメですね。危ないですよね。だからそこがまあせっかくその一般の人が家庭を回れるようになってはいるんですけど、そのもう一歩踏み込めないというか。そうです。だからそういう部分がちょっと親権者がそれぐらい強いので、あの行政は今立ち込めない、立ち入れないんですよ。そうなんです。なので子どもの権利としては子ども自身が火災にね、親権制限事件を訴えることができる。まずこれ権利として知る必要があるんですよ。で知った上でもうこの世に至れないと怖いっていうんだったらいつでも火災に諮りましょうと。しかも未成年からの訴え物件は、より離婚とかそういう大人同士のものよりも優先的に審議するっていうのは一つ作ってほしい。でそうすればもっと今、遅いと 1,2 ヶ月かかっちゃうのね、火災審判って遅いんで、それこそできれば1週間ぐらいで審判が出るようにしておくと。でそうするとせめて、一時停止だね、審判の剥奪までいかなくても一時停止は速やかにやってもらえて、でそこからなんですよ、むしろ日本の司法の遅いところはアメリカもっとスピーディーですよ。例えばですよ、その今訪問してる、まあ、4件ぐらい訪問してるんですけど、まあ、心配な以外2件ぐらいあるんですよ、でそこの、この事業自体はその月に1回は子供に渡させると、渡すっていうのが、まあ、原則になってるんですけど、まあ、そういう時にですよ、例えば、まあ、君も訴えることができるんだよとか、まあ、そういうのを言うのもなんかこう、あ、うちって虐待されしそうな家庭で見られてるんだというふうに見られると、今度はまた遠ざかってしまうということですよ。どちらかというと、養体教というのがありましたですね。養体教の中で弁護士とかもいたりするんだけど、そこで例えば児童養護施設に住んでいて、職員から虐待されてますみたいな、どっちかというと行政職員からの加害があったときに、子供の言い分はね、半分本当だと信じられて、半分嘘だというふうに認定されちゃってるわけ。要するに、養体教に認められなければ、虐待が起こってないことになっちゃうわけ。で僕はそこもどうなのって正直思いますよ。それはもういきなり子供が火災にかかってもいいわけじゃない。だけど、子供知らないってことは教えてないってことなんですよ。義務教育でも教えてない。しかも、児相に入ってからも教えられてない。これもおかしな話なので、それはもう条例でもいいから義務付けたらいいんじゃないですかと。なぜかというと、児童相談所ってやっぱり行政の名前入ってるでしょ。鹿児島中央児相とか。だってやっぱり行政側としてははっきり子供には教えることべきは教えてくださいと。火災に測ることも民事に測ることもできますよって子供自身だと。でそのために例えば、親を訴えたい未成年の子がいたら、じゃあ身柄は一時保護をどうなんか拡張として、裁判機関はその一時保護される形に取るとかね。かそういうことはもう自在に考えてやってほしいんだけど、そこまでだから発案する議員が少ないんですよ。でこれはもう今日見たようにあまりにもその子どもの権利として軽んじられているので、やっぱり勉強会開いてほしいなと思います、議員の中でも。はい、他には、あ、じゃあ前手前、はい、どうぞ、どちら。はい、ポンポンと押し叩くと、あ、ダメ入ってない。はい、入りました。失礼しました、中村です。児童相談所の話が出ましたので、結局、市町村で養護児童対策協議会というのを、作って、見守るべき子どもっていうのを、リストアップしますよね。で、その中で、その一時保護の妥当性が、必要だとなられても、なかなかこの児相側がやはり踏み切れないのが現実です。一つにはやはり先ほど来おっしゃられている親権の強さがあるがゆえに一時保護にとても慎重になるというのがあります。ただなので、その、私はその切れ島市というここから1時間ぐらい離れたところの町の福祉にかかっていました。そこの担当職員なんかはそれこそ現場に何度も足を運んで24時間体制で行く。だけれども児相の方に一時保護をと言ってもなかなかこれが実現されないと。そこのジレンマも
現場としてはもうこの子の将来を考えて地上法を言っているのに、事象としては今いや足りないとかそういう観点でしか、そこのギャップっていうのはどうにかならないのかなというのをずっと感じていました。これけど児童福祉予算にも絡む話ですよね。児相のだから職員の人数とか、あと一時保護 そのスペース問題だから、これってあの一時保護って大体全国の平均だと3割ぐらいもうオーバーしてるんですよ。定員オーバーしちゃってるから、あの子供を新規で保護したくてもできないっていう、まあ、事情があったりする。補足してください。鹿児島の話をしますと、鹿児島3カ所地層があります。県でね、県の中で、で島に1つで、大隅っていうところに1つ鹿屋市で、それと鹿児島市に1つなんです。問題はこの鹿児島中央地層で、ここの管轄エリアがすごく広いんです。でここから2時間かかるところまで管轄エリアのものだから、どうしても行き届かない、そういうことがあって、2年ほど前にちょっと虐待死の事例があったんですけど、その要因の一つを補助的にはそこの実際の配置の問題があったと思っています。で問題があった後に県の方が、まあ、実際の出先のようなものを作ったんですけど、権限がないのであまり実効性はないかな、そういう事情はあります。予算がないとね、結局広範囲に、広範囲の子どもたちを救うことになるんで、そうすると子どもは自分の元いた小学校や中学校に通えなくなっちゃうんですよね。保護されちゃうと、だ勉強が遅れてしまったり、友達と仲良くなれなくなっちゃったりとか、二次災害的なことが起こりやすいんですよね。だからまあ児相は本当はある程度はあの相談窓口としては多い方がベターっちゃベターなんですが、ただ職員の数だけすぐに増やせるかというとそれも難しいので、あと箱物として新設するのも、まあ、どうなんでしょうね。あの東京南青山で話題になりましたけど、新しいのね、あれ100億くらいかかってるんですよ、1個建てるのと、あの土地付きで、で多分それでもあの田舎でも50億くらいかかるんじゃないのと、本格的な地層とか作ればということになるんですよ。新しい今の時代に見合った地層を新たに作ろうなんていうと、あれはもうコンクリートの箱物だから結構何十億っていうレベルの話になってしまいかねない。でそれ今ポンポンコロナ以降お金出せるかっていったら、多分東京すら出せないから、多分他の手はもっと出せないだろうかってなると、箱物行政はもう限界を迎えているだろうなと。そうではなくて、やっぱり民間人が自分の、責任である程度子どもを救えるっていうようにしないとまずいので、だから僕は短期民間養護者制度っていうか条例として作ったらどうかと。で児相からの業務委託ってことをきっちりやるんですよ。でちなみにね、全国レベルの話でいうと、児相の約6割の事業は民間委託されてますよね、もう大体。だから別に今に始まった話じゃないので、民間人になんで何ていうか子どもを緊急保護するっていう意味での、事業を委託しないのか不思議でならないと思うんですけど、まあ、ちょっと他の先生に、今吉先生はどうですかね。はい、今まさに霧島市の、はい、今吉と申します。霧島市議会議員です。先月当選いたしまして、まだまだ難しいお話なんですけど、知らないことが多くて今日は、学びを深めるために参りました。で、まあ、今すぐできることということで、この、まあ、番号でいうと1番の、学ぶ機会を作るということと、5番の、まあ、企業塾との2つが私としては今すぐできるかなと思いました。で、あの今 PTA で、PTA 会長もしてまして、小学校ですか。そうですね、小学校の PTA 会長と中学校は副会長で、まあ、あの PTA の目的っていうのは子どもたちの幸せな人生のために保護者が集まっていると思っていますが、なかなかそういう、自分たちのその行動が虐待につながっているっていうのを、気づいてない保護者もいらっしゃるんだろうなと思うんで、まあ、そういう場を PTA 学校で作りたいと率直に思いました。それから5番は、まあ、すごく夢のある、いい方法だなと思いましたし、まあ、ここに農業っていう、まあ、一次産品を作るということも、いけるかなと。で生産して加工して
販売するという、まあ、自分のこう食べるものを自分で作るという期待も非常に有効かなと感じました。霧島いいですよね。指宿商業まさにそれやってますよ。自分たちのブランドを持って流通してますよね、商品が。それを隣接の、まあ、霧島さんだったりその鹿児島さんだったりいろんな、ね、ところで試みたら面白いと思います。むしろコンサルティングできるんじゃないかな、高校生自身が。それを中学生とか他の高校生とかに教えてあげるっていうのも面白いかもしれない。他にどんどん聞きたい。はい、後ろの方に、はい、もう一回開けてください。どうぞ。はい、すいません、はい、ちょっと話聞いてて、なんか自分もちょっと被害者だったんですけど、うん、皆さん大人の視点からみんなこう子供のなんかこう考えられてて、まあ、何かあるたびにいろいろ子供を排除して大人視点で、うん、まあ、話されていると、まあ、この子ども庁にしてそうなんです、うん、子ども庁にもその18歳以上という大人の権利が入るんだったら、その18歳の子たちを入れて最終的な判断はその若い人たちのグループが決めるっていうようなことでしていて、大人はその上でそういうふうなことをやっていった方がいいのではないのかなと。逆に18歳、来年だったら成人になっちゃうから、17歳以下の子供のチルドレンワーキンググループっていうのを作って、それが第三者機関として子ども庁の発案する施策をチェックするっていうね、それぐらいのことが面白いよね。ありです。うん、子ども権利守るんだったら実際の子どもと、あとやっぱりね、第三者機関の隅っこでいいから、僕は虐待サバイバーですね、大人になった子供の頃にどれだけ辛い思いをしていたかっていう人の話が聞ける機関を作ってほしい。というのはやっぱり今まで有識者会議でね、散々虐待防止会議だったら、まあ、頭は知識はあるかもしれんけど、痛みがわからない人たちがやっぱりずっとメンバーにいたら困るんですよ、僕からすると。彼らは知識はあります。だけど結局当事者の痛みはわからない。これはもう受験勉強で東大行ったからだで、じゃあ心までついてきてるかって言うと、そうではないのと同じなので、やっぱり彼らに任せておいたら30年も失敗し続けたので、もういい加減失敗認めようよってことですよ。でそういう意味でも実際の子供を入れたりとか、子供の頃につながった人を委員に入れて、政策チェックできるような機関を作るというのはちょっと面白いかもしれない。他にはどうぞ。じゃあちょっと先生、松尾先生、鹿児島市どちらにいらっしゃいますか。はい、はい、ポンポンと押してみてください。頭をマイクの頭、できたら大丈夫です、はい、鹿児島市議会議員の松尾と申します。今日は学びの機会をいただいたと思って来ているんですが、この新しい虐待防止策の中ではすごく特徴的なのが、まず虐待ということについて子どもたち自身が知ること、そして周りの人間、まあ、親であったりとか周りの大人であったりがどういったことをしたら虐待であるとか、子どもの人権そして親権ということについてもまだ知らないことが多すぎるので、まずは知ることっていうのが結構たくさん入っていて、これ非常に大事だと思っていて、私は市議会でヤングケアラーについて質問をしたことがあるんですけれども、鹿児島市、残念ながらそのアンケート自体をちょっと取ってなかったということが発覚して非常に残念だったんですが、その時もやはり教育委員会、そして、子ども福祉の関係の方とお話をした時に、やっぱり現場ではヤングケアラーという概念自体があまり浸透していない、そして全国 のアンケート結果も出ましたけれども、やはりヤングケアラーって何っていうところから現場の先生方、まあ、のそういった声がすごく多いということが分かったので、私はこのプログラムの中ではまず井の一番にこの学ぶ機会というのが子どもたち本人そして大人がもう今すぐでも始められるし始めるべきことだと思いました。そういった学ぶという
政策が多いということについては、これ全部一緒に手元にすぐ始められることだと思います。そしてもう1点、子どもが虐待被害を自覚できる機会というのが15話にあるんですけれども、その中に子どもさん、子ども15話って書いてあります。子ども何でも相談課を市内に走らせるって書いてあって、これまあちょっと面白い話になりがちなことであると思うんですが、これ実際やった方がいいなと思ったのが、もうこれぞ究極のアウトリーチというか、そういったことがどこどこ行けば話を聞いてもらえる、あ、うちの近くに来たっていう時にやっぱり子ども自身の声をきちんと届けられる機会がこういったことで増えていけばいいなというか、そうしてあげたいという気持ちになりました。職場見てもらえると分かると思うんですけど、遊びの場所に虐待を言いやすい場所で雰囲気を作っちゃえって話なんですよ。でアウトリーチってどうしても当事者に押しかけ女房みたいにやってくると当事者嫌がるんですよね。それよりも思わず遊ぶの楽しいよと、ゲームを大画面で遊べるぞとかね、そういうことの方がよっぽどいいんですよ。でそういうゲームの話をしながら、なんか君が家に何でそんないられないのって言ったら、実はさって言える心許せる相手をゲーム同じ楽しみの中の仲間としてだから行ったっていうようなチャンスにしていった方が自然だろうなって思うし、そういうことって意外と試みられてないなと思うんですよね。はい、どうぞ、ファミリーの回しです。どうぞ、行きたいことがあれば手を挙げてくださいね。向井かおりさん。はい。あ、退席さんか。はい。野口さん。もう退席。もう退席。ああ、残念だ。そうか。じゃあ、まあいいなと。他の方でちょっと聞いてみよう。もっとこう行政的に、あるいは何だろう、学校でこうしてほしいとか、そういうのも全然いいですよ。どうですかね。あるいはこの中で何番が面白そうだなとか、こういう発想なかったなとかっていうのでしょ。結構いろんなことを当事者から来てて、いろんなニーズが上がってくるんですけど。どうぞ。じゃあ、はい、マイクすいません。子ども家庭庁なのか子ども庁なのか、まあ、そういう新しいのができるのに期待を込めての話なんですけど、例えばそういう子どものやはり特に義務教育の間の小中学校、そこを文科省がまあ管轄してて、で文科省はそういう文科省の予算でやろうとすると絶対的にお金ないんですね。で私はどちらかというと厚生労働省側の福祉の方から見てると、やっぱこっちの方が予算があって全然取り組みに差がある。で学校現場の中でさっき、ちょこっとおっしゃってましたけど、でもスクールカウンセラーみたいな人が制度としてはあるんですけど、その予算がないわけですよ。結構知らない人多いんですけど、スクールカウンセラーって月に1回か2回ですよね。そんなもんですね。それぐらいしか人件費が割かれてないってことですね。そうです、そうです。だから配置すればいいって話じゃないですよね。ないですね。だから、さっきおっしゃられたように、子どもたちのその身近なところに誰か常駐する、できる環境、学校の先生じゃない誰かが常駐できる環境、居場所作りみたいなのがあると、また変わってくる。拾いやすいだろうなっていうのは思うんですよね。だからそこが今の文科省の枠組みの中では難しいんだろうなっていう実感があります。うん、まあ、実際例えばね、学校の授業が受験に対応できてないので民間の塾が生まれるのと同じように、学校で教わることが楽しくない、自分を救ってくれないって思ってる子どもはすごく多いので、だから僕子ども無料企業塾やったらいいんじゃないかと。子どもが無料で参加できて、ちゃんと実践的に稼げるようになっていく。そうすると、やっぱお金を使うようになると責任って感じるんですよ、子どもなりにも。稼ぐっていうことは、やっぱり別に何十万稼いだぜみたいに思ってるのは、育て方がそもそも間違ってるんで、小さい頃から、10歳ぐらいの頃から、人からお金をいただくってことは、価値を提供していかなきゃいけないことだし、合法的にやらなきゃいけないし、人の信頼を集めないとお金って回らないよってことを学ばせることが大事なんですよ。そのようなやっぱ学校が教えられないことを教えるようなものが身近にあると、
学校相対化したりとか家庭を相対化する眼差しを子ども自身が獲得できるので、あの学校にこれ以上期待できないんですよ。予算だって増やせないし、で福祉的なことをやろうとするとなかなかその局部的な予算しかつかないので、その子ども自身のいわばその自立力って言えばいいのかな、心理的な自立だったり経済的な自立だったりを伸ばすっていうようなところに全然手当がなってないので、それは民間でできることは NPO と一緒にやってみる。例えば子ども無料企業塾があって NPO と青年会議所組んだらできますよ。それを後から市が公認してあげる、オーソライズしてあげればいいわけですよ。っていうような仕組みを作ってしまえば税金支出しなくてもできるようになるし、子どもが稼ぐようになればいわば稼ぐ社長経営者を増やしていくのと同じだから、高校生になったらうちの市では100人毎年高校生社長を作れますっていう、そういうのも僕は市議さんプロジェクトとしてやってほしい。そしたらね、どんどん Uターン、Iターンで戻ってきますよ、もし大学行っても。だそうやってあの医部省はまさにそこでやってるんで、鹿児島市もそれやってほしい。稼げる人間、稼げる高校生社長100人っていうのを鹿児島市が全国で発信したら人が入ってきますよ。むしろあそこの町に行ったらなんか小中高ぐらいから少しずつあの民間も含めてあの稼ぐ人間になっていけるんだと。で稼ぐ人間は自分の力で大学のお金払ったりって言ってる子もいます。僕はそういうあの起業してるあの10代と取材してるんで、もうすでにそういう時代がもう10年以上前から来てるんで、あと親の所得がこれから落ちるんでね、あの 今まで通りのように稼げなくなってくるんですよ、正社員でも。あの結構これ知っとかなきゃいけないことですよ。みずほ銀行ですらもうすでに週3日4日の正社員っていうのを作ろうとしているわけ。もう実際動いている。みずほ銀行ですよ、日本で初めて作ったあの第一関係ですよ。だから金融の人たちがそれをやり始めたらいずれ日本の社会そうなります。で今あのそれの見据える先が45歳定年説ですよ。昔のように60歳まで正社員できないかもしれないという時代がお父さんお母さんの時代にやってくるわけですよね。若いお父さんお母さんの時代が。だからそう考えると子供が稼ぐっていうことは自分を身を守ることと同時だし、あと自分の所得を守る、自分と一緒に教育投資をしてあげられなくてごめんねってお父さんお母さんが言う前に子供と一緒に稼ぐっていうことをやり始めると、もうすごく僕は自衛力、自立力が身につくと思うんで、そのこと自体が実は本当に親から虐待されている場合、法改正がなされないときに子どもが自分で生き残るための必要なことだろうなと思います。ちなみに日本では15歳になったら誰でもあの会社の社長になれます。印鑑登録が15歳からだけなんでね。だから14歳まで一生懸命稼いで、そしたらそのお金を自分が作った会社にプールしてしまえば親の財産管理権は及ばなくなります。そうやってね、ちゃんとお金を大事に作って貯めて15歳で、なんていうかな、会社名義でマンションでも借りたら全然あの親元にいる必要なくなるわけですよ。これもだから経済的自立力を奪ってきたんですよね、日本の学校教育がね。本当はそれつけてあげれば別に学校行きたい人は行きゃいいし、行きたくない人は行かなきゃいいだけの話なんですよ。っていう感じでね、子供を大人の都合のいい人材にしようとしてた今までの教育のあり方をちょっと見直す必要があるんじゃないかなという気がしますけどね。はい、他にもちょっと。はい、じゃあ、はい、どうぞ。ポンポンって叩いてる音が大丈夫だよ。はい、あ、すいません。を防ぐには子育て支援とか保護者支援をしたらいいんじゃないかって今まですごく思ってたんですけど、この ABCD のような層があるっていうのを今日初めて知って、でそういう公共の窓口とかに足をなかなか運んでこれないような CD 層の子どもたちを守るためにできることって何があるのかなって思いました。何があったら嬉しいですか。その訪問は一番いいのかなって思ったんですけど、そのさっきおっしゃられた親権とかのちょっと難しくて、どうしたらいいのか。いや普通にあの父母の言ってることに一方的に従いなさいっていう民法があるから、いや従わなくていいっていう法律に変えればいいだけですよね。単純にそういうことですよ。あの皆さん74年前に1947年に終戦2年目ぐらいに作った民法をなんでそのままにしてるんですか。これ選択制夫婦別姓も同じだけども、なんで民法を変えないの。
法律って変えていいこといいものですよ、別に。だからみんなで変えましょうっていうふうに声を上げればいいんです。まあ、子ども家庭庁も同じことですよね。変えましょうってみんなで声を上げればいいだけの話です。で、変えようと思わなければ変わりません。なぜかというと、政治家は市民の声を聞いて政策を作っていくんで、市民からそんなに声上がってないわって言ったら、別にそこに予算や制度変更する必要がなくなっちゃうんで、ギャッ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 騒ぎましょうよ、それこそ。嫌だと、こんな民法嫌だって言えばいいんです。それ今 SNS があるんだけどね、顕在化するのは簡単なんで。はい、あ、一番後ろ、一番後ろ、はい、はい、どうぞ。ですね、今もうかつて教員だった立場から、今少子化が進んで学校の児童数が減ってるんですよ。あ、入ってます。それで学童保育ってあるじゃないですか。学校の校舎使って学童保育やってる動きっていうのが出てきてるんです。でも本来学童保育は厚労省なんですよ。でもそのこうやって垣根を越えて学校という学校校舎という箱を使っていろんなことやったらいいんじゃないかな。児童福祉的な、だから厚労省管轄のお仕事、それから一番に書いてあるようなのもそうだし、さっきの企業教育のお話もそうだし、どうせ子供を集めるには場所が必要じゃないですか。だからその子ども庁ができて学校校舎を使って児童福祉やっていきましょうっていう動きができてもいいんじゃないかなって思います。いや、全くその通りで、結局縦割り行政でお互いの省益をお互いには何て言ったら守り合ってるのが子どもに関係する省庁だったから、その縦割りをぶっ壊すために子ども庁というものが新設されるっていう、そこに大義があるんですよ。結局で学校はね、文科省のもんなんだからね、厚労省のね、学校保育に使わせてくねえやっていうふうにお互いが喧嘩してったら意味ないわけで、それを調整してちゃんと子どもの利益になるようにするのが子ども庁なんですよ。子ども問題の責任主体は誰だって言った時に、あ、子ども庁の長官ですっていうふうな窓口にするのが子ども庁の存在意義というか創設意義なので、それは全くその通りですよ。でだから親がご愛用ってもし思ったら学校にいつでも泊まっていいよって、そういうことができるようになるわけです。今までだったら文科省だから、学校の管轄所轄はだから、それはそういう児童福祉には使えないっていうふうに抵抗勢力になっちゃうわけよ、逆に学校が。そうじゃなくて子ども庁ができたら、その子ども庁のやるべきことっていうのは、学校っていうのは公共財だから別に文科省のものではないよと、子ども庁としてはっていう権限を子ども庁に与える必要があるわけ。これは国会でそのような方針にすべきなんですよ。要するに子どもに関することは俺が指揮だぜという子ども庁長官がやるべきだ。そうでないと作る意味ないですよ、逆に言えば。でそれがもしできるのであれば、それこそ毎日親怖いから僕は私は、体育館の隅っことは 裏の準備室とかにベッドとか置いておいて、保健室に行くとなんか病気の子みたいに言われちゃうけど、そうじゃなくて普通に家に帰りたくない子はそこでちゃんと寝泊まりができて、でちゃんとそれができればいい。僕は今教師のマンパワーが過労死レベルに大変なので、どちらかというと僕は学校をもっと風通しのいい場所にしたらいいんじゃないのと思います。だから地元の NPO、 子育て NPO だったりとか、いろんな NPO ありますよ、今だったら鹿児島結構多いはずですよ。でそしたら NPO 同盟がやっぱり同じ小中学校、それで義務教育のちっちゃな子たちを面倒見られる仕組みを作ってしまって、学校はそれをオーソライズする形にすればいいんじゃないのと。全部教職員に任せるとかマネジメント学校に任せちゃうと学校疲れちゃうんで、そうじゃなくてちゃんと校長先生が胸襟開いて地元の NPO の人と話をして、まあこれ一面体制でみんなそうですよね。で目の前の保護者さんだけじゃなくて地域社会に守られながら学校運営されていくって新しい構造を作れるかもしれないというね、それが子ども庁のやっぱり創設の意義ですよ。はい、ちょっと思うところある人はいませんか。どうですか。あ、じゃあ後ろ、ちょっと後ろから前に回そう。あ、じゃあ先にどうぞ。はい、
ました。感想というか思ったことなんですけれども、その今鹿児島市で、子ども子育て応援政策や計画っていうのがあって、そこにちょっとあの一般市民として携わらせていただいているんですけれども、200ページあるその計画の中に子どもの人権権利っていうものが一文字ずつしか一言ずつしか出てこない。で このいろんなのを読ませていただいて、で根本的に子どもの権利、子どもの人権というものを大人が理解していなければ何も意味がないんじゃないかなと。でやっぱりこの子育てになんかその笛パパの教育とかっていうのもあるんですけど、これあの親学みたいなものが入り込んできちゃって、ね、押し付けになったらどうしようかなっていうことを考えたりですとかした時に、やっぱりその子ども子育て支援政策なんですけど、子育て支援がもう90何パーセントなんです。中の計画を見ると子どもを応援するという視点がやっぱり行政だったりに足りないんじゃないのかな、子ども自身を応援してほしいなということを今日も改めて思いました。どうですか、鹿児島市のおそばさんとか今聞いて、はい、あ、霧島だわ。じゃあ、前吉さん。あ、どうぞ。来ますよ、霧島ですよ。はい。はい、どうですか、今のお話ですよね。もう、おっしゃる通りじゃあっても、2文字ぐらいしか子供だけに出てこないって言ってますよ。子育て支援っていう。言葉は多いですよね、うん、はい、なので子供を応援する視点は本当に大事だと思いました。あとその先ほどおっしゃってた地域学校、地域と学校のその共同っていうことで、親が怖ければ学校に泊まれるっていうのはすごい画期的だなって思って聞いたんですけど、どうやったらできるのかなってずっと考えてまして、そのハードルとしては先ほど言った先生たちの負担を軽減するとか、学校のハードの面の回収とか、そうですね、予算的な部分とか考えてました。で、答えはちょっとまだ見つけられてないんですけど、地域の人、おじいちゃんおばあちゃん、おじさんおばさんが、子どもたちを、見守るというか一緒に学び合う、そういう、場所作りができたらなというふうに感じました。いろいろ僕ね、表立って家にいられない子が体育館にいますっていう理屈を先に立ててしまうと、やっぱり親が疑われたりして地域社会とその親が浮いてしまい、もっと孤立化するってことが起こりかねないので、じゃあさっき僕がほらみんなでゲームやろうみたいな、あるいはクリスマス会をやるから泊まりますみたいな言い訳先で楽しい言い訳作っておけば、ね、勘ぐられないで済むじゃない、その親が。いや、大事なのは実質的に子どもの身柄が安全になるわけだから、今日はクリスマス会だからお泊まりになりますっていいわけですよね。それを通達しとけばいいわけですよ ね。あるいはゲーム、ね、みんなでやりたいから集まりますと、で学校でやるから安心してくださいね、で朝まで、いや朝までちょっとじゃあガールズトークとかやる子もいるからさ、みんなで泊まるから許して、その子だけじゃなくてみんなで泊まると、それがもうサークル単位とかそういう部活動単位の話でいいんですよ。それで多分言い訳しながらその日一日お父さんお母さんに虐待されて住んだっていう子がやっぱり自分の心身を守れたら、そっちの方が実質的に勝利じゃないですか。だからベタに大人がね、虐待防止としてやりますみたいに言ったら、地域社会で本当に親が孤立して虐待エスカレートしかねないんで、もっと楽しいアトラクションを実装すればいいんですよ。そこは頭使いましょうよって話ですよ。はい、他に。あ、じゃあ、あ、一番後ろ。先ほど朗読者として手紙を読みましたサバイバーなんですけど、ちょっとは虐待防止とかではなく、僕のちょっと経験を一つ話したいんですけど、僕先ほど手紙でアルコール依存症になって彼女に包丁を向けたっていう話をしたと思うんですけど、で弟は覚醒剤依存で刑務所に入ったっていう話しました。これにはやっぱり理由があって、やっぱ人のことを信用できないとかで自分の悲しみを忘れるためにそういう薬物とかお酒に逃げた
ていうのが原因で、これはやっぱり虐待後遺症だと思ってて、でも僕も2年、そろそろ2年やめてるんですけど、これはもう自分の努力だと思ってるんで、あの依存症を虐待後遺症のせいにはしたくないと思ってます。でも最近いろんな犯罪があって、その原因もその人の心を見ないとわからないと思ってて、その人の生い立ちとか全然ニュースで報道されなくて、で悪いことしました、はい刑務所入りました、はい刑期終えました、出ました、じゃあ絶対犯罪なんて終わらないと思ってて、その人たちの生い立ち僕見るとやっぱり他人事じゃないんですね。寂しいとか悲しみとかを何にぶつけていいか分かんない、そういう人が多くて、で僕は加害者の人を肩を持つわけじゃないんですけど、そういう思いでやってしまった人も多いんで、虐待後遺症とか虐待って本当に社会に影響を与えることだと思って、でも簡単になんか虐待されたとか僕も発信するのに勇気いるんで、でもそういう社会の何かを守るためにはもっと重く捉えてもらえたら僕も当事者として嬉しいんで、この話をちょっと頭に残していただけると僕も嬉しいんで、よろしくお願いします。あと、あ、どうぞ、マイク、マイク、マイク手挙げて、手挙げて、はい、来ました、ポンポンって押してみてください、はい、はい、すみません、今の話にちょっとつながる話なんですけども、私は、うちの母親が、関西の方に遊びに行ってて、まあ家庭を持ってる男の人から遊ばれて、うん、ちょっとできた子供なんですけど、うん、で認知されてません、うん、まあそういう、まあ、責任関係とか義務とか権利とかそういうものを全くこう受け入れずに育ってます、うん、まあそのあたりからその観点からまあちょっといろいろその親の虐待とか受けてまあ最終的に逃げ出して、で、まあ、自分で何とかしていかなきゃいけないということで、ちょっとまあそういう逮捕とかそういうものに入っていたんですけども、まあ、今のような話で、うん、その責任は、まあ、要はこれだけにしかないというような今の社会で、うん、今親たちには何にも責任がないのかと。これって そもそも親たちから責任取られたことないんですよ、うん、それなのに、まあ、大人になって自分がやったことは全部お前の責任だみたいなこと言われちゃってるんですよね、まあ、そういった方々が結構見受けられるので、その辺もちょっと変えていってもらいたいなと思いますね、法律的に。なるほどね、はい、だからこの中にも、いくつかそういうアイデアがあるんですけど、例えば大人になってからね、虐待されてきたことに気がついたって人は多いんですよ。大体30代後半になってから実は自分は虐待されて育ってきたんだって気がつく人が過半数なんで、リアルタイムで虐待されてるって気がついてない、もう生きるので精一杯で、虐待がどうかなんていうことよりも生き残るのが精一杯だったりするわけですよ、子供の頃って。だから大人になってから いきなりうつ病になっちゃった、いきなりアルコール依存症になっちゃった、さあどうしますって言ったら、自分が悪いんだと思うから自分で自己なんていうかな、お金払ってるわけですよね、医療費。これおかしな話ですよ。ちゃんと主治医がもうこれ何年も重い病気でフラッシュバック起きてこうなっちゃったなって分かってる場合は、じゃあその診断書を持って役所に行ったら、はい、今までの医療費全額どうぞって戻してもらって、その医療費は法的な、養育の責任者だった親権者だった自分の親がいわば虐待していけばために、後で時限爆弾のように爆発してしまったわけだから、それはちゃんと医者のエビデンスが取れているならば ねこれも医者がに払ってきた子供が自己負担が全部親に後で請求来るっていうふうにすれば、親を虐待しにくくなりますよ。だって50歳とか60歳の人でもいるわけですよ。何十年も通ってたりするわけで、精神科医で、しかもそのお金っていうのは自己負担ですよ。中には生活保護を受給している人もいらっしゃるぐらい。その辺の全部お金は今まで税金で払ってきたわけですよ、生活保護も含めてね。でもそれね、医療福祉はね、財務省嫌がっててね、もういい加減膨れ上がらせたくないっていうのが本音だから、
僕は本当にその責任を取らすべきは誰なのって言ったら虐待した親でしょうと。だったら親が払うっていうのが、それはあの何ていうかな、法の仕組みにした方が良くないですか。だって養育の法的責任者は親権者なんだから責任きっちり取っていただきましょうと。それは医療だけじゃなくて福祉的なことも同じです。例えば中学ぐらいでいじめられて学校行けなくなっちゃったと、ね、それで高校も行ってないと、で引きこもって大人になりましたと、で働けずにいると対人恐怖 でただ対人恐怖もまだ精神科行ってないからわからない、ただ怖くて引きこもってますって人いっぱいいるんです。実はで別にだから精神病障害まで行かなくても、あるいは精神病まで行かなくても本当に人と付き合うのが怖いと。でところがね、10年以上の前の論文で、これ日米どっちも同じ結果になってますけど、親から虐待されるといじめられる確率4倍に跳ね上がるっていう論文があります。アメリカでも日本でも大体同じような実数になってる。だから学校の中でいじめをなくそうと思ってもそれは無理なんですよ。親からの虐待をなくさない限り学校でのいじめが増えちゃうわけだから、これも子ども庁の多分案件になっている。省庁は垣根取っ払わないとできないからっていうふうになると、結局は学校でいじめられた、じゃあ学校の問題で学校行けなくなっちゃって、そのままいわばそのニートになってしまうと大人になってきて、その時に家出られないです、お金ないから子供側に。でその時に子供が例えばソーシャルワーカーとかに今までのライフストーリーを全部話して、あこの案件は確かにこのまま放置すると30代40代になっていくだけの無職者が増えるだけの話だなっていうのが分かったら、僕らは無職者でいいわけじゃないじゃないですか。一応納税したいわけですよね、ちゃんとまともな暮らしもしたいわけですよ。そしたらその人にいきなり50万とか100万とかを役所は払ってもいいわけです、先に。で払ったお金は後で親に請求するようにすればいいわけです。でこれ似たような制度は兵庫県明石市でやってますよね。つまり離婚したシングルマザーが旦那からの養育費って当てにしてたら8割以上の男を払ってないと。だったら明石市が先に養育費払いますよと。で払った分だけ明石市が取り立てに行きますよ、元旦那にと。この制度2年目から始まってるんで、ものすごい勢いで今シングルマザーの参入率、つまり明石市の隣のコールとかさ、そういうところからどんどんお母さんたちが明石市に入院してきてるらしいんだけれども、住みやすいからですよ、そっちの方が。いやこれをね、こういうことが公共サービスとして本当に必要なことなんじゃないかと思うと、一番困ってる、その虐待されたままずっと大人になっても辛い人が救われる仕組みに作れば作るほど、僕はそこはすごく生きやすい場所になると思います。それで本来取るべき責任者は親だったら親に取らせればいいんですよ。うん、で、払えないんだったら民法の相互扶助で、じゃ親族一同で払ってくださいですよ、それこそ。うん、だから親がもし貧困化してるならば、親の兄弟、姉妹、おじいちゃん、おばあちゃんから払ってもらえばいいわけです。本来、あなたがしたことは何ですか？責任果たすどころか、虐待したんでしょっていうのは、ちゃんと後から発覚したら、それもやられた側が報われるっていう仕組みは作れるはずだと思うので、それはちゃんとやりましょうよ。で、そのためにもう虐待サバイバーのそれぞれのニーズを聞いてくださいっていうことですね。はい、他には。でもう今日ね、本当はなるべく政治家の方々に、私はうちの町の小中学校に今日出たサバイバーの方一人でも派遣したいですとか、そのぐらいのことは言ってほしいんだけど、なぜどなたかいませんか。学校に提案してみますでも、校長に提案してみますでも、誰かその辺の具体的なことを気持ちで言うって言っていただきたい。なんでかって言ったら、他の町でもこのイベントやってるんで、そしたらやっぱり地元の小中学校に小学4年生以上だったらこの話を聞かせたいなって言ってくれてる現実にいるわけです。それは議会提案というか、自分の市議の仲間に提案することしたらできる話だし、そんなにお金かかる話じゃないわけです。はい、どうぞ、じゃあ、はい、はい、やれることということで、私の立場でいくと、PTA の保護者の集まりにそのサバイバーの方に来ていただきたいというのは最初から感じてました。なのでぜひそういうのが実現したいなと。あと小学校中学校も役員ですので、そういった場面、それからパパパパ味方にできやすいじゃないですか。そうですね、そうですね。あとは議員の仲間、今回9人新規の、一期生が誕生したんですけど、やっぱりこういう問題を、知らない方も多いと思うので、その会派だったり新人の議員の中で、学ぶ機会を設けたいということで、また相談先を教えてください。
終了の時間になりました。せっかくですからね、政治家の方々と市民の間で名刺交換をしたり、ツーショット写真を撮るなど交流のチャンスにしてください。それとよろしかったら、昨年のね、こういう、昨年も7カ所で、全国7カ所でイベントができたので、その動画も見てほしいんですね。YouTube のリンクを QR コードにしました。075して、今日の感想をツイッターとかフェイスブックなどにアップしてほしいので、ハッシュタグこれですと。はい、ですね。シャープ防止策イベント2021でちょっといろんな感想お知らせください。メールで感想を送りたい人は SNS やってないよ。